さあ、これで乗っけてみます。いいかな。小川照明チャンネル、そのままだな、おいって入れました。シンプルだな、おいの方がいいのかな。あと何分ですか？あと6分ですね。6分。緊張するな、意外に。一人だから。ねえ、なんか緊張する。ね、薄暗いスタートだし。なんでこんな暗いんですか？寂しい。やっぱりこう男の切なさみたいなね。めっちゃ寂しいよな。イメージとしては。はい。変化のイメージですかね。はい。こっちもやってしまおう。はい。そう、まああと5分ぐらい。うん。あれ、これなんだ、一番最初からじゃないんだ。あれ、そうそうそう。さっちょっと待って。まあそれほら、使い回しだから。びっくりした。手応えですからね。はい。どうですか、最近プライベートの方は。プライベートは、そこそこ順調であり、それエロい方の話ですか？エロい方、エロい方ね。プライベートが順調ってのは、これ単なるなんか、ほら、リア充みたいな話じゃなくて、そんな子供みたいな話じゃなくて、ああ、色気、エロ系的なことですか？色気…だって独身でしょ？独身ですね。まあまあまあね、いろいろありますよ。いろいろあります。これね、タイトルの変え方が今日から欲しくいないから分かんなくて。タイトル、ああ、うん、まあいいか。俺のタイトルじゃなくて、のぼりんのとか、のぼりんチャンネルとかなってるんですか？荒野行動やるよって言った。荒野行動、金子のぼり、荒野行動やらねえし。やまあこれは、はい、まあ、今後の課題で、うん、どうやってどうするんだろう。今日ほら、星くんもいないし、うん、星くんで全て成り立ってる感じですからね。まあ技術はね、はい。さあ、あと何分ですか？もうそろそろ、あ、でもね、今26分何見てくれんのかな。そうで、じゃあ、とりあえずあと、あ、ごめん、お茶をね。はい。今回お茶なんですね。飲めないんだ。酒を飲むわけにはいかないじゃないですか。っていうか、さっきのなんだ、飯屋行った時に、うん、あ、ありがとうございます。うまかったでしょ、でもそこ。いや、違いますよ。これだけ言いたいんだけど、うん、あそこ市場じゃないですか、うん、市場だから海鮮が食えるんだと思って定食を期待してですね、しかも最初4時に行った時には閉まっていて、じゃあ1時間後に来ましょうっていうことでわざわざ5時に行ったのにもかかわらず、食べたものはヨーロピアンだ。ヨーロピアン、イタリアンでした。なぜにリゾットと、ニョッキ。そうね、まあ、近所だからディスりたくはないんですけど結構ね、これちょっとコメディアスな方じゃないですか。うん、で、僕イタリアンなんですよって言ってたの覚えてますよ。ああ、言ってた。いや、しかも、そこで飯を食って、で、しかもなんか夜の空気だから、これ配信もやるし、配信は緩い感じだから、ちょっと飲みながらやるんだろうなと思って、ね、じゃあ。僕ね、結構、はい、舞台挨拶とかで、はい、まあ、何回もやるじゃないですか、映画の舞台挨拶で。うんうん、でもやっぱネタもなくなるんですよね。はいはい。でいつも同じメンバーじゃないですか、役者も。はいはい。で、もう結構前の映画ですけど、事前告知してベロベロでやりますって言って、うん、やったことありますよ。僕ベロベロで一回失敗してるんでね。嘘、すげえ受けました。トーク時間が1時間ぐらいあったんですけど、はい。で、役者2人なんですよ。うん。で、3人で、超満員だったんですけど、はい。映画の話一切せずに、水中専用モビルスーツの話を延々する。お客さんほぼ女性なんですよ。意外と受けてました。マジですか？多分ね、絶対分かってないだろうなと思って。分かってないですよね。しかも年代も分かってない年代でしょうしね。ね、だから
ズゴックとかそういうちょっとメジャーなやつじゃなくて、うんうん、結構マニアックな。いや超マニアックですよ。バッカイとかね。誰も知らないね。本当に2しか知らない。どうなの？はい。で一応、はい、あと1分で始まるんですけど、オフィシャルツイッターに、はい、実はね5分ぐらい前からねこれダダ流れにしてあるんですよ。え、どういうことですか？もう生配信始まってます。マジっすか？ここは初の試みで。ちょっと待ってください。オフなところから。そう、だからそこの iPad をピンってボタンを押してもらうと、はい、多分流れます。ちょっとマジっすか？こんにちは。どれだ？どれで始まるんですかこれ？生配信？あ、意外とね、僕すでにね、はい、こんばんはみたいな書き込みが意外とあって。マジっすか？こんにちは。え、こっちですか？カメラ。違う違う違う。今、だから本当は、このポツンから入って、そう。だからお客さん、っていうか、書き込んでる人にも、はい、今日はカメラ遠いな。あ、本当だ。もうカメラ遠いもそうですけど、めっちゃ寂しい。ぶっちゃけて言うと、はい、薄暗い。ね、こんにちは。そう、今こっちのね。元気だよ。なんか余計な変なこと喋ってないだろうな、俺。ね、この前ここ5人で喋ったスペースに1人なんだ、はい、はい、たった1人です、はい、今日はいろいろね、みんな賑やかしてね、はい、今日はいろいろね、はい、原則夜なんで、はい、エッチな話しかしない。エッチな話ですか、うん、さっきまでのなんだっけ、段取りと全く違うみたいな。マジですか？じゃあ、え、はい、まあこのポツン感、ちょっと寂しいじゃないですか。うん、寂しいですね。じゃあ、こんにちは。まず、寄りましょう、カメラ。お、どう寄ってくれるかな。寄った。ちょっとライトが気持ち悪いんで。マジですか？あ、明るくしてください。寂しかった。めっちゃ寂しいな。はい、こんばんは。めっちゃ明るい。やっと明るくなりましたね。こんばんは。よろしくお願いします。もうね、エッチな話しかしないのって言ったら、嫌だなっていう。ねえ、エッチな話なんか嫌ですよね。でもほら、小川先生のプライベートとか知りたくないですか？まあ、プライベートはね。うん、飲んでないですよね、お互い。飲んでないんですよ。そうそう、さっきの話だけど、まあみんな聞いてたと思うんだけど、その、市場でね、近くに魚市場みたいなのがあるんですよ。その市場で、市場の、定食屋さんだから、さぞ美味しい海鮮のね定食とかがあるんだろうなと思ったにもかかわらず、行ったら夜はイタリアンしかやってないと。で、監督が、リゾットを食べ、僕は、ニョッキを食べたんですよ。いや、それ美味しかったんです。めちゃくちゃ美味しかったんですよ。で、そこでね、そんな料理を食べるんだから、まあ、ワインとかビールとか行くのかなと思ったらですね、監督は飲むとこの後グダグダになってしまうんで、ウーロン茶もらえますかって言うんですよね。魚市場ですよ。市場で、食べるものがイタリアンで、食べるものは中華って、大ワインみたいなね。これはもうやる気がなくなるぞみたいなね。で、今もお茶ですからね、飲めるのかと思ったら。酒は日本酒が好きなんでしょう？いやいや、ね、一番好きなのはワインです。ワインが一番好きだけど、赤ですね。俺、白はほぼ飲まないですね。赤ワイン好きな男はスケベだった。また来た。なんでそっちの話に無理やり持ってくんだよね。なるほど。いや、いや、あ、そうだ、これ言っといた方がいいですよね。今日ですね、ゲーム実況やっちまったなっていうタイトルにしてたじゃないですか。皆さん、のぼりんのやつは見ましたか？のぼりんのね。やばいじゃないですか。やばかったですよね。反省点が多々ありますよね。まず始まりの、始まりのこの反省点は解消されましたね。始まらなかったものがちょっと前から始めてしまうっていうね、そんなことありなのかみたいな感じなんですけど、
結局、のぼりんのゲーム実況があんなにグダグダになってしまったので、僕らがね、またその、やったこともないゲームを、ここのダウンロードから始めて、やってみたっていうことをやってもですね、YouTuber の方たちが天才的に上手なものをね、流しているのに勝てるわけがないと、面白いわけがないと。だからちょっと本田翼さんとかも始めましたね。ねえ、どうしてですか。ベッキーまで何かやってんでしょ、うん、そんなんどういうことなんですか。で、僕らはそれに対抗するためにどうするかっていうことですね。あ、これあるんですよね。これね、一番最初 さっきなぜ俺がびっくりしたかっていうと、これ今日の僕のための、なんて言うんでしょう、スケッチブックだったはずなんですよ。でも一番最初のページを開くとですね、ウルトラセブン、なんでだろう。これ森津さん直筆ですよね。え、マジですか。これプレゼントした方がいいんじゃないですか。でね、そうなんです。プレゼントします。森津さんが書いた今日じゃないかウルトラセブンなんですよ。はい、これかなりレア。いや、それはいいんですけど、ね、俺の一番最初のところにこう書いてあるとなんだこれになっちゃうんです。で、2枚目を開くとですね、ウルトラセブン正面からこれね、おいおいみたいなね。これも森津さんなんですか。そうです。これサイン入れてもらった方がいいですよね、うん、次回の森津さんのあのYouTube の時にね、ぜひ。で、3枚目は何もない状態ですね。そして4枚目にようやく今日の側やってまいりました。そう、今日はじゃあ何をするんだよ。はい、何をすればいいですか。俺はまず最初に考えていたのはやっぱり、ゲームをやるんだろうなと思っていたので、まあ、いつもですね、これね、何をやらされるかを聞いてないんですよ。で、突然来てですね、で、いつも打ち合わせをしましょうって言ってある程度早めに入るんですけど、結構監督とグダグダとなかなかといらない話をしてですね、まあ、今日なんかは監督の、伊豆にいた頃のですね、武勇伝をいろいろと伺いそこからなんか優しい、武勇伝って言ってくれるところが優しいですよね。武勇伝です。いかにダメ人間だったか面白い。まあ、そのバレちゃうね、ロケ行ったら聞いてですね、で、あれ、もう始めなきゃみたいな感じで準備を一緒に手伝い、この時間に至ると。そして、もう始まるオンタイムよりも前から勝手に流されてしまっているというね。で、ゲームをするんだろうなと思ったらですね、ゲームをしてもどうせ無理だろうということで、ゲームをするのやめようかなっていう話になりました。だから逆に今日見てる人に、うん、まあね、これだけ見てくれてるわけじゃないですか、時間を空けてね、はい、生で、うん、なので逆に何を一緒にやりたいか、おう、そうね、逆にそれを聞いて、うん、それを次の収録までに、はい、死ぬほど練習してきてもらって、うん、まあ、半分片手でもう画面を見ずに会話ができないとゲーム実況はできないなと。ああ、なるほどね。俺車のゲームだったら得意なんですけど。それってみんな参加できる？ああ、どうだろう、一緒にできるゲームもあるのかな。俺がやってたやつは対戦ではなく、そのタイムを競い合うっていうオンラインゲームでしたけど、バンダイかな、バンダイチャンネルのやつだったんですけど。さあ、なんかいろいろ来てますよね。監督と仲良しですね。そうでもないです出会いはね、古いんですけど、そこから随分間が空いて、で、最近少し、会話をするようになったな会話をするようになったな。だいぶ遠いな。そうですね、はい、一番こうなんか、うん、和田さんと金子さんと小川さんだと、はい、一番なんつうかな、プライベート合ってないですよね。そうですよね、うん、金子くんなんか飲みによく行くんですか。いや、打ち合わせとか多くて、結果的にはほら雑談になっちゃうので。はいはいはい。で、和田さんは、うん、この収録終わりで飲んで帰るじゃないですか。あー、そうそう、ね、多分皆さんに LINE で送った酔っ払いの写真ね。あれ、これ止まってる？止まってないですか。あ、俺がうんってずっと悩んでた。そうそう、和田さんは飲むのが大好きで、飲むと陽気になるんで、だから和田さんのこの一人で配信をするやつは絶対飲ました方がいいですよ。そうですよね。飲んでからがいいですね。飲んで3時間ぐらいから楽しくなってくる人なんで、赤祭りとか行ってる人はよく知ってると思うんですけどね。昔の三谷幸喜さんの舞台に時給と配当ってあった。
ど、はい、あのハイドさんみたいな感じなんですよね。わからない、ちょっとわからなかったな。なんかみんな酔っ払いみたいになるんですよ。うん、あの、はい、だからとりあえず今日の小川なんで、はい、今日の小川、今日の小川、うん、今日の小川は何をしていく、何をしましょう、質問を受け付けてもいいし、まあいろいろ今日はね、うん、実はびっちりネタはそのね、ページめくっていけばどんどんあるんですけど、うん、はいはい、とりあえずじゃあどうしよう、あのなんか質問したいっていうのもありましたけど、あ、質問受け付けます、質問ください、うん、もあるんですけど、はい、でまあ、例えば3サイズとか、あ、3サイズ、今年、あれ今年50になるんでしたっけ、なりました、あ、もうなりました、ありがとうございます、8月29日焼肉の日に50歳を迎えました。そう、あの映画は誰かと一緒に行くと、1100円で見られます。あ、そうそうなんですよ、うん、うんって寂しい、一人じゃダメなんですよ。じゃあなんか女の人と一緒に行ったりするんですか。いや、あれ男性でもいいのかな、女性と一緒に行かないとダメなのかな。お前さんはどっちなんですか。え、どういうことですか。それはもう行くとしたら女性とですよね。映画に男2人で行ったってね、ポップコーンを取り合うぐらいしか何もできないって。はい、すいません。一人だと誰も突っ込んでくれないから寂しいですね。いつもこう和田さんかのぼりんがこう突っ込んでくれるのに、誰も突っ込んでくれない。自分ですいませんって言うしかないっていうね。はい。いや、まあ、だから50年を振り返ってもいいし、すげえ長くなりそうだからやりましょう。50歳の抱負はありますか。抱負はありますか。小川さんに酒持ってきてくださいとか言われる可能性があるので。ありますね。50歳の抱負というかですね、まあ今って、50歳が別になんか年寄りじゃなくなってきてるそうですよね。そう、おじさんが若い頃に50歳だったらもうおじいちゃんですよね。そうなんですよ。だからいつも俺、例えばテレビを見てて、50歳の人が出てると、うわ、この人なんか50歳よりも思ったよりも若いねとか、自分もなんか50にしては若いよなと思っていたんですけど、今の50歳とか40代、特に女性はですけど、めちゃ若い。だから変わってますよね。だから、今の70ぐらいの感覚が昔の50みたいな。今かもしれない。ねえ。だから別に俺だけは若いんじゃないんだと思う。だってこれからだって結構考えてるんでしょ。考えますよね。ますね。考えますね。はい、考えますね。要は老後一人が嫌だと思ってる。そう。この中が今日見てくれてる人らは、うん、多分相当小川さん愛があるわけじゃない。なるほど。もうこの中から抽選でとかはどうですか。抽選で結婚、要は選ぶと角が立つじゃん。結婚やっちまったなみたいな。そう、抽選で。いや、どうなんですかね。いや、逆にね、この結婚って、なんだろう、勢いというかタイミングのような気もするんですけど、それを考えると、まあ、なんだろう、出会ってそのまま結婚しましょうっていうのは理想だなと思ったりもすることありますよね。すごい考えすぎて2年も3年もとか10年も経って、なんかもう結婚しなくてもこのままでいいじゃんみたいな、ね、今書き込みあったんですけど、もういいじゃないですか、婚活配信にしたら。婚活配信、ちなみに今好きな人はいますか。はははは、それはもちろんいるでしょう。たくさん好きにならないとね。何それ、アイドルみたいな回答。これか、アイドルはこういうものだったんだみたいな。なんか二次元が好きですとか言っちゃうやつでしょ。ああ、二次元はね、あんまり興味ないんだな。峰富士子ぐらいですかね。峰富士子ね。峰富士子よりも僕は、メーテル派でしたね。峰富士子とクラリスだったら。クラリスはね、恋愛対象にはならなかったですね。微妙っすかね。俺はどうなんだろう。そう。もだからほら、なんかね、晴子さんだと、うん、あとなんかぶっちゃけそうじゃないですか。ああ、ね。やっぱそれは大人になったからぶっちゃけなくなっちゃったんですか。どうだろう。昔からぶっちゃけてないかな。ああ。それは酒の力がないから。酒の力を借りてもぶっちゃけないんですね。ぶっちゃけるっていうのはどういうことをぶっちゃければいいんだ。あの、そうですよね、生配信だから編集できないですもんね。そうなんですよ。ちょっと怖いですね。今俺も思いました。そう言っちゃってねみたいなのもありますよね。そうみんな内緒だよって言ったって絶対これバーいくでしょ。やるよね。やりますよ。俺だってやるもん。
やるよ俺、うん、もう一番にやりそうですよね。ここだけの話だよとか言ってみんなに言っちゃうみたいな。じゃあとりあえず1枚めくってみますよ。ああそうですね、はい。あと質問は順次受け付けましょう。ああそう、あの質問してください真面目に。これから何をやっていけばよいのか、いろんなことをやっていこうとは思ってるんですけど。ということで、2枚目、じゃじゃん。今後の小川、もう小川の側がもうひらがなになっちゃうみたいなね、バカみたいな感じで。一応、はい、まあ、何回か配信やってきて、はい、でこの前、金子さんはソロで1回、ゲーム配信やりましたけど、はい、いろいろこう個別にも打ち合わせをして、うん、ここでやろうよみたいな。うん、で、実を言うと、もう明日、明後日か、はい、森粒さんとかは収録入ったり、おお、マジですか。で今度、森粒さんライブやるんですよ。ライブ、うん、このライブ配信とかではなくライブをやる。ライブを。すごい。29日かな。はい。それを配信するんですか。でその楽屋行って、楽屋裏で、まあ他にもいろんな結構超有名人もいらっしゃるんですよ。すごいな。でその方々の許諾も取って、はい、まあそれ交互期待なんですけど、うん、そういう方々のインタビューも取りながら、はい、だってなかなか楽屋裏って見れないじゃん。見れないです ね、まあ、普通はね。うちらは結構楽屋で食べてますけど、一般の人って多分興味あると思うんですよ、うんうん、よく舞台とか見た後に、はい、一般の人はねお金払って見に来てるのに、うん、終わったらね外出なきゃいけないけど、関係者気取ってるやつらは楽屋行くじゃないですか。そうですね。ね、楽屋前のなんかよくわかんないな、ね、なんか並んでるの超腹立つ。お前らなんだよとか思いません？お前実は心の中でどういう知り合いなの？絶対違うよなんて言うじゃないですか。知り合いの知り合いの友達の、そうそう友達みたいな、お父さんの関係者ですみたいな、いっぱいいます。僕も前に映画の舞台挨拶した時に、うん、全く見ず知らずのいとこがいましたからね。で本当入ってこようとして、はい、で僕が止めに行く。いやいや、いっぱいいますよ。僕もかくれんじゃやった時に、全く縁遠かった親戚から、一緒にご飯食べないかって言われて、で、まあ、声かけられるの嬉しいから、じゃあ行きますよって言って行ったらですね、ちょうどうちの子供が、まあ幼稚園の方だったのかな、子供が幼稚園なんだけど、その同じ幼稚園に行っているお母さんが、いやいや、その親戚のね、親戚の子供がいて、親戚の子供のちょうど同級生のお母さんが、小川君の、小川君というか俺、ね、照明のファンなんだよって言われて、で一緒にご飯食べていいって言われて、一緒にご飯食べたんですけど、すごいこんなカメラで目の前で写真撮られるんですよ。なんだこれ、どういう飯の食い方なんだみたいな。出演者のお父さんと一緒に一緒に記念写真が撮れたと思ったんですけど、それすっげえ怖い人、怖い感じの顔の人とかいると笑っていいのかどうか迷いときありますよね。笑顔でいいのか真顔をした方がいい。ガチで広島のそういう系の人がすごくファンの人でいてくれて、東京に来て仲良くなったんで、広島に行ったら飯一緒に食いましょうって言ってたら、その方がですね、広島に行った時に、まあ、連絡をしたら、上院もから食べに行こうって言ったら、店を1軒借り切っていただいてですね、で2軒目に行こうって言ったら、もうそういう人たちしかお客さんにいないようなスナックに連れて行かれて、本当ガチな人だなっていう経験もありますね。こんなぶっちゃけていいのかな、大丈夫ですよね。いや、質問来てますか。小川さんとご飯、うわ羨ましい。ご飯普通に食べてただけだよね。普通に食べてました。でお客さんうちらしかいないし。さっきのね。恥ずかしいっていう。むしろね。うん、で結果的にそのね、従業員の人3人で、そうそう、当たり障りない会話して終わるっていう。従業員の人はなんか中で仕込みをしたいのかもしれないにもかかわらず、僕らが無理くり引き止めて話をしてるみたいなね感じでしたよ。小川さんの好きなゲームの実況配信でも面白いか。好きなゲームね。好きなゲームはだから俺できるのがなんだレースのゲームしかないんですよ。でなんかだから他の人から言われたもので面白いだろうなって言っていたのは萌え系のゲームとか、ひたすら食事をしてるところが見たい。
ひたすら食欲。一応今日僕対面で見てたんですけど、そんな別に見るべきとこないじゃん。そうですよね。恥ずかしいわ。それを暴露すんなみたいなね。普通。普通。いたって普通。いたってね。まあやっぱ役者さんだから食べるの早いですよね。ああ、うん。いやでも監督の方が圧倒的に早くて、俺ずっと食べてましたよね。後々になって。いや、それは俺の方が先に来たんですよ。うん。めっちゃうまそうでしたよね。あのタイのリゾット。うん。なんだろうな。あ、ホラーゲームもいいかもしれないですね。俺、実はまあモーションキャプチャーで一番最初にやったのはバイオハザードだったんで、バイオハザード方はやり込んだんですけど、ミラジョボビッチとやりたいですよね。おお、ね、それすごいな。今結構おばさんですけどね。ああ、やべえカメラにガンだってちょっと動揺が。そうだから何をするべきかなと。ミラジョボビッチ。ゲームはね、分かりました。ゲームは、だから、ギャルゲー実況。決めました。ギャルゲーって何ですか？ギャルゲーって何だろう？ギャルゲーって何ですか？教えてください。あ、女の子同士のもの？違うよな。分かった。ゲームに関しては、監督とさっきちょっと話もしてたんですけど、のぼりんがあまりにも大失敗だったのである程度できてからやねんけどね。そう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 、ちょっとね、言っていいですか、怖いですなのでのぼりんがある程度うまくいけるようになったなっていうことの確証ができたら、そっから乗っかる、金子さんに乗る、乗っかります。で、なんか一応俺が先やってたんだよみたいな。そうそう、俺もゲーム配信やってたよみたいな感じで、やっと9月の26から俺も配信始めてるしみたいな感じで言ったなと思います。あ、いいっすね、うん、それ大切ですよね、この業界では。で、のぼりんと、どっちがゲームが上手かみたいなこととかですね、やっていきたいなと思います。それどうですか？大失敗言わないであげてって、大失敗だろどうなんですかね。いや、あともう一個聞いたんですけど、これも友和さんがよくやってます。あ、そうなんだ。プロデュースした映画に出ていただいたことある。はいはい。そうなんだ。すげえ声のいい人ですよね。めちゃ声いいです。あ、声優さんかも。声優です。銀魂の人だ。はい、そうです。思い出した思い出した。とてつもない。うわ、すごい今、うわー、面白いですね。杉田さん、僕出ていただきましたとか言っていながら、あのね、ワンシーンだったんですよ。マジっすか。1日だけとかぐらいですよね。杉田智和をワンシーンだけ、それ特別出演とかなんですか？じゃなく、お坊さん役です怖いもの知らずですね、この監督も、ね、監督は俺じゃない、俺プロデューサーだと思う。ああ、なるほど。いや、弁当渡したりしパシリになってる、AD になってます制作部ですね。あ、素晴らしい。俺でもね、弁当並べるのすごいうまいですよ、縦にどこ自慢なんですか崩れないようにね。あ、大事。でもね、そういうところを大事にできる人が、ね、来月っていうか10月になると、うん、小川さんじゃない、かやこさんは、はい、結構がっつりゲーム配信を多めにやろうとか、うん、なんかね、ロケに行こうって今ちょっと。ロケでゲーム配信？じゃあロケは本当になんか本当に結構すげえなっていうところに行こうって。なんすか、なんすか、日帰りでね。なんすか。いや、まだ言えないけど。言ってよし。決まったら、うん、ツイッターにあげます。マジっすか。スケジュールはまったら、半強制的に小川さんも連れてきます。うわ、なんだろう、ちょっとね、遠いんですよ、都内だけど。ほう、それは逆に俺嬉しいな。いつもね、だって金子くんメインじゃないですか、このなんか集団で言うとですね。あ、まあ森次さんがもう別格で会長としているけど、まあ、森次さんとも、うん、バンさんね、うん、森次さん、バンさんはね、もう別格として、会長、社長みたいな感じでいるんですけど、その下にいる人間の中では金子くんが、まあ、のぼりんがね、パシッと言っていて、僕らはこう付け添えみたいなもんなので。それなんでそうなるか分かります？どういうことですか？なんで金子さんが真ん中になるか分かります？なんで？なんでですか？若いから。仕切れるからですそれで多分ここに今金子さんいたらすぐそういうツッコミしたと思いますよそうね、うん、まとめようなんて気がないんですよ、和田さんと僕は。和田さん特にないですよね、うん、
和田さんはどこまでハメを外せるかしか考えてないので酔っ払うと特にね、うん、そうで一応そういうのをやろうかという話があって、はい、だから小川さんの小川プロジェクトを作んなきゃいけないんですよ。ああそうですね。本当はそのためにさっき1時間ミーティングしようっていう話だったんですけどいや次にそうでした、ご飯食べ行っちゃったりとか、うん、ダメだったじゃないですか。はい、すいません。なんで、ね、生配信なのに、うん、今やる。今考える。今決める。今考える。だってこれだけ書き込んでくれてる人たちがいるわけですから。いいでしょ。だから皆さんは、一緒にこうブレストブレインストーミングの会ができる。ほら、僕は小川さんメインで見てますって人がいます。おお、素晴らしいね。それも男ですよ。貴重。うん、いいね。君いいね。佐藤。コウタさん、うんね、ついて行っていいですか。どこについて行くんですか。飯？飯を食いにってこと？うん、ついてきてください。うん、ね、全然ついてきてもらっていいですよ。なんかだからいつかみんなで飯を食うみたいな会もあっていいんじゃないですか。飯を食う。それはオフ会ですよ。あ、それをオフ会って言うんですか。うん、まあ、多分ね。僕はすげえ雑だから、ね、本当にオフ会やってる人たちからしたらそれは違うって言われるかもしれないですけど。うん、さあ真面目な話、これですよ。今後の小川、今後の小川じゃないですよ。今後の小川、今後の小川としてはですね、何をやっていくか。ゲーム配信はのぼりに乗っかります、それ以外のこととしてどういうものが面白いだろうか。小川さんメインですよって人が何人かいますよ。おお、嬉しいね。素晴らしいよ。お願いしますね、これからも。オフ会ですねっていうのがあります。おお、オフ会やりましょうか。噛んだでしょ。やりまそうかですよ。まあ、最近の流行りはやりまそうかなんですよ。そこには何も食いつかない。ちょっと食いつかない。こんだけ違う、今思ったのが、こんだけわーって、私は小川さんメインですって言われてて、はい、いざオフ会やるって言ったら、オフ会に一人しか来なかったらどうしよう。いやいや、そういうことよくあるんですよ。だってね、この間も何か NHK の番組かなんかでね、例えばデパートが、閉めますとか、うん、あるお店が、閉店しますってなったら閉店寂しいよとかってあるじゃないですか、はいはいはい、でもいやいや寂しいよって言うけどあなたたちが行かなかったから閉店なんですよってことなわけじゃないですか。まあまあね。だからオフ会やってほしいって思ってくださるのであれば来てくださいね。それが大事です。小川さんも24年愛してます。24年、素晴らしいね。もうじゃあいいじゃないですか、このコンユリさん結婚で。コンユリさん。で、じゃあオフ会じゃなくて、結婚式には他の人にいない。会ったことないかもしれないけど、まあね、なんかイベントで会ってるかもしれないですけど、いきなり、うん、コンユリさんと結婚でどうですか。実はでもね、俺ね、全く、俺っていう。あ、朗読会。朗読会。あ、うん、なるほどね。それはありかもしれないですね。生配信でね。ね、朗読会面白くないですか。今は出てなかったですもんね。あんまり聞かないですもんね。すごくないですか。企画を一般から募集してる。素晴らしい。今誰ですか。仙台のケンドロスさん。朗読会とかどうでしょう。いいアイデアもらいましたね。君は素晴らしいよ。君かどうかわかんないですよ。もしかしたら女性かもしれない。ああ、女性に君っていうのは失礼に当たるんですかね。あ、そうか、いいのかもしれない。お前とかまずいです。うん、あ、でもあれですよ、なんかよくほら都内だと朗読会とかやってるじゃないですか、うん、あ、ぶっちゃけ普通の、まあ、元の通り、はい、一番金かかんないやつじゃないですか。あ、まあそうです ね、セットもいらないし練習もそんないらないし、はいはい、ね、動かないわけだから、うん、だからそんな当たり障りのない朗読会はやらない。どんな朗読会にしましょう。どんな朗読会がいいですか。ボーイズラブを一人で、だから二役全部やるとか。なるほどね。なんつうの、その俺のこの声で。注釈だ、当然役者だから、うん、声は変えてもらいますよ。え、やめてくださいとかって言うわけですか。で変えてもらって。だからほら、やっぱ YouTube なんで、コンプライアンスも結構うるさいじゃないですか。なるほどね。ね、男性同士なら、あ、そうそう、行かないけど、うん、ボーイズラブあるじゃないですか。いや僕ね、ボーイズラブ BL 系のものっていうのは今まで手を出したことがないんですよ。何回か実はオファーを受けたこともあったんですけど、今までやったことがないんですよね。でもこの年になってせっかく50なので、この新しい試みとしてそれ面白いですね。BL か。いやいや、聞きたいですか。
聞きたいかどうかがまず問題です。全面ロシア語とか。俺が読めない。もうだから何言っても分かんない。ロシア人に聞かせない限り。はいはいはい。この間あのアメリカに行ってですね、パワーレンジャーじゃないや、アベンジャーズの漫画が売ってたんですよ。で、おお漫画だと思って、すげえと思って、現地の本物だと思って見てたら、なんでこれ全部英語で書いてあるんだろうと、あアメリカだと思って全然わかんないのに絵がすごいかっこよくて面白いんですよ。あれすごいですよね。あの別にそんなエロに走らなくてもいいかなって今ちょっと反省して。なるほど。すげえ純愛ものとか。純愛ね。まあ、40年ぐらい前の映画にあった愛と誠とか、はい、おおこの前ヒットした映画の、はい、あのアニメのあの君の名はじゃなくて、うん、昔の実写の昔のね、はい、あれ最終的に会えないみたいな話なんでしょ、よくわかんないけど。あ、そうなんですか。ずっとすれ違ってて、いやいや、ちょっと、ああなるほどね。それは、愛と誠って漫画ですよね。元は。あ、昭和の。おお。何がいいですか。どんなものがいいんだろう、逆に。あ、みんなから求めればいいんだ。そう、で、ツイッターに、うん、あの応募してもらって、公式のツイッターにね。ゲームはこれ。はい。あの、なんだっけ、朗読会だったら、うん、こういうの読んでよみたいな。はいはい。あ、俺なんかごめん、BL とか最初振っといて、はい、あんなんですけど、あれはまあ直感で思いついちゃっただけなんで面白いかなと思って。ああ、電人ザボーガーとかね。知ってます？いや、知ってますよ。僕はすごく好きでした。あの大門裕太郎さん、すげえほら、あの踏ん張って喋るじゃないですか。そこまで覚えてないな。はい。一個一個の武器の名前は魂込めて言う。リメイクしてるんですよね、一回。日活かなんか。ああ、それは、あれですよね。板野さん。ああ、そう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 。はい。吉本の。そう。はいはい。板尾さんだ。板尾さんがやってますね。壮年期。はいはいはい。年ってからで、うん、若いのは戦隊の赤星です。あ、そうなんですか。ちゃんと見てない。何レンジャーかは分かんないですけど、元戦隊の人です。マジですか。何がいいですか。時代、歴史上の人物とか聞いてみたいです。ザボーガー誰だったかすげえ気になる。若い方の人。ザボーガーをやるんだとしたらどういうことですか。どうすればいいですか。あ、本とか出てないですかね。ノベライズですか。わかんないですけど。ノベライズが出てればいいけどな。ね、台本とかだと関係引っかかっちゃうんじゃないですかね。ああ。ゴーンじゃんみたいです。あ、ゴーンレッド。ゴーンレッドって誰だ。何くんだっけ。あ、ど忘れ。山田風太郎とか忍者ものだ。伊賀忍法帳とか甲賀忍法帳とか読む。いやいや、うん、やりたい。坂本龍馬とか来てるけど、あのそれは何、司馬遼太郎を読むってことですか。それでも大井龍馬を思いよけん。ああ、ちょっと新選組はちょっと絡むかもしれないですけど。まだね。あ、古田君、そうなんだ。これ多分赤の人ですよね。そうそうそう、そうです。これ、試写会呼ばれて見に行ったんですけど。ザボーガーですか。隣女優さんだったんですけど、あの、誰かは言わないですけど、うん、あの始まって5分くらいで爆睡してましたからね。悲しい。もうあのザボーが昔のものを知ってる人からすれば面白いのかもしれないですけどね。そうですね。あれ今の人からあれしてもダメですよね、はい、お、ここにちょうど書いてある朗読と書いてましたよ。すごいですね、予知能力みたいな。僕が書きました。すげえ。いや、ただ、はい、あのなんかピンとこなかったらそこはスルーしようと思ってたんです。おお、ピンときてますか皆さん。ね、まあぶっちゃけて言えば朗読みたいなのがいくつか書いてあるんですよ、ネタをバラさずに。ああ、そうなんですね。それが当たったように見せてますけど。バレた。バレた。言わない。はい。で、あとは、そうか。そうするとこの木更津さんみたいに、うん、エスパーかと思ってもらえるわけですよ。素晴らしいですね。必ず種はあるんです。そういう作戦があるんですね。テレビと一緒です。テレビの番組はみんなそうです。なるほど。いやいや、純粋に見てもらった方がいいですよ。世の中には裏なんかないです。
中原中也絶対これ抜くなと思う。中原中也は怖いですね。バッシングを受けまくるんじゃないですか。どうだろう。何がいいんだろうな。でも朗読はちょっと試してみる価値ありですね。朗読ね、いいと思います。ちょっとやってみます、せっかくなので。まあ、金子さんがね、言語を始めたから、うん、同じことやってもねっていうのは正直ある。あ、はい、朗読面白いですね。まあ、うん、まあ、今度和田さんは何するかって話になっちゃうけど和田さん酒飲みでいいか。和田さんは、オフ会です。和田さんも大変じゃん、ポーズで1時間いるっていう。和田さんはいかに熱くいられるかみたいな、筋トレをずっとやってるとかどうですか。あとはカレーを食べるのね。実は昔カプコンの、収録の時に、地下にその社食みたいなものがあるんですけど、そこって社食なので、まあ、僕らみたいに、ガタイのある程度ある人、和田さんなんか特になんですけど、そういう人はカレーが大盛りで来るんですよ。普通に頼んでも大盛りが来るんだけど、和田さんが行くと、カレーと別に、ご飯だけ山盛りにしたものをもらって、それを食べるんですよ。でそれがね、おかわりしてもいいよってそのお母さんが言ってくれて、でそしたらそれを2杯おかわりしましたからね。それくらいカレー食うんですよ。和田さん筋トレ、はい、筋トレ筋トレ実況これ以上筋トレしてどうするんだろう。もうすでにね、ムキムキですからね。いやいや、でもね、実は和田さんね、最近ちょっと体がなまってきたって言って気にしてるので、公開筋トレをすると閉まっていいんじゃないですかね。それ和田さんに言ってあげてくださいぜひお願いします。オフ会は3人でってどういうことですか。 ULVJP さん、どういうことなの。あ、3人でっていうのはあれか、のぼりんとわだっち、わだっち、あれ、和田さんは何でしたっけ。ワンダーだ。和田さん、あれ、和田さんワンダーでしたっけ。ワンダーです、うん、自分申請ですかね。はい、あ、自分申請、ワンダーって言うことがいい。俺何だったっけ、俺テルでしたっけ。テルちゃん、テルちゃんだ、テルちゃんって言われてましたね。さあ、そう、3人みたいですよ。3人っていうのはその3人ってことですね。3人だけスタジオの中に酒とか置いて、うん、料理とか置いて放置するって言ってます。2時間くらい。3人って僕ら。そう、僕ら、もう台本とかなしで。なるほど。いや、それはね、まあ、そこそこ盛り上がりますよ。大体は和田さんが羽目を外していって、のぼりんが仕切ってくれるっていう。俺はあらぬところで一人ぼっちになってるかもしれないですね。スパッツマン、あ、スパッツマンだ、ね、そうだ、スパッツマンって言われてた。そうですね、スパッツマンってあだ名を言うなと思ったら、そうか、そう言われてましたね。ありがとうございます。さあ、これ1個決めればいいんですか。朗読でいいのか。朗読と ゲームも1回試したいですよね。でもゲームやりたいんですよ、うん、ゲームだと。だからゲームは、ゲームと朗読内容はツイッターで募集しましょう。ああ、そうですね、わかりました。小川さんが選んで、はい、だから、公式のツイッターに俺の公式、今日何ですか。何ですか、何ですか。ひたすら無言で朝から晩までガンプラ作る、はい、ガンプラ、実は僕が小学校中学校ぐらいだったんですけど、めちゃくちゃハマっていて、ザクの目ん玉をくり抜いて、動くようにしたりとかで、今のガンプラほどその可動部が綺麗に動かないんですよ。昔のやつって本当に前後ろぐらいしか動かなかったものを、要するに、あれ、今のものってどうなんですか。ガンダムが昔は、ガンキャノン持てなかったんですよ。まあ、知ってる人です。あ、ビームライフル、あ、ガンキャノンは、ガンキャノンが大変です。ビームライフル持てなくて、それを持てるようにするために、ここの、肩の部分を切って内側に曲げられるようにするとかっていうのをすごいやって。そうですね、うちらの世代がやりましたね。で、ジオラマを作って、で、僕ダイエーって今あんのかな、ダイエーにそのコンテストがあったんですよ、おもちゃ屋さんで。それ俺出して入賞しましたよ。それぐらいやってたので、
ちょっとそれやりたいですね。良平君と勝負。小田井君ですか。小田井君、ああ、小田井君こだわりそうだな。マニアックだ。めっちゃこだわりそう。彼はマニアックですよ。あ、負けます。負けました。すごいな。あ、見切れないようにって何ですか。動いた時に見切れたんじゃないですかね、うん、あ、見切れちゃった、ごめんなさい。ガンプラガチ勢、ガチ勢だけどエセガチ勢なんですよ。そうだよな、そう、何でもそうなんですよ、俺エセガチなんですよね。そう、これだから、あの、次これもう一個やろうかって言って監督が言ってくださっていた、あの、これちょうど見ちゃったんですけど、ジャンル別映画名作紹介、これもやってみようかみたいな話になったんですよ。で、役者ですからね。そうそう。で、その最初打ち合わせの電話の時にすごい監督と話をしていたら、監督がね、めちゃくちゃうんちくなんですよ。うんちくがね、すごすぎて、俺全くね、素人かのように何もついていけなくて、そうなんですか、みたいなことばっかり言ってたんですよ。ねえ。例えばほら、うん、カップルで見る映画とか、あ、一人で見る、あと気分によってホラーが見たい時とか、はい、コメディーが見たい時とか。だから俺が紹介するっていうのは無理なんですよ。俺エセなんで。これもだから、のぼりんは、松田優作作品なんかめっちゃすごいんでしょ、うん、だから俺はエセなんですよ。とてつもなくエセ。俺がだって、自分の中で一番名作だなと思っていたもので、これはいいぞと思っているものなんていうのは、小さな恋のメロディーですからね。それ解説すごいうまくやったら仕事来るかもしれない。マジっすか。逆に難しい。いや、小さな恋のメロディーはあれ、本当にあったお話なんですよ。まず小さな恋のメロディーを知らない人にとってみるとあれなんですけど、ビージーズっていうその当時売れていたあの、グループサウンズの人たちが全編通して、音楽を作ってるんですけど、で小学生の、儚い恋愛ですね。でそれがうまくいくのかいかないのかっていうことで学校と揉めたりですね、親からも反対をされてですね、でもうどうすんのってなって別れた方がいいとか、あとは親友がいてですね、その親友を取るのか女の子を取るのかっていうことですごく悩んで、で最後はその親友が、あ、これ言わない方がいいか、これ言っちゃうとあれなんですね、見た方がいいですよね。あのね、もう泣けるんですよ。でその親友がまたかっこいい、あの、俺エアコンの音してる、エアコンの音をこんな時に。いや、ちょっと寒いかなと思って。あ、ちょっと寒かったですね。エアコンが喋るっていうね、今時はね、もう余計なお世話みたいな、 AI 聞かせすぎだろみたいな、自分で考えなさいみたいなね。何の話してたかちょっと分かんないですけど、あ、そうそう、その、小さな恋のメロディーの出てくる今ちょっとテストやってみます。うちのスタジオにある映画をランダムで3本持ってくるんで、どれか1本選んで、あの、小川風映画紹介、これ知ったか紹介、うん、分かりました。でも役者としてね、うん、当然たくさん見てるだろうと、自分の演技の勉強も兼ねて、うん、大体役者さんで映画詳しい人多いじゃないですか。詳しい人多いんですよ。厄介な人ばっかりですけどね。なんか飲んでる席ですっげえ映画の話する人いません？いますね。で俺はあの時のあれのあの役者の、今回は演技プランで言ってるんだとかね。どうします、名作系にするか、はなんかジャンルだけじゃあ絞っていいですよ。ジャンル、あ、どうだろうな。例えば洋画にするか邦画にするか。洋画の方がいいですね。洋画、うん、昔の名作、それとも最近のなんかハリウッド、なんかお金かけたハリウッド作みたいな。ハリウッド作にしときましょうか。要は見てる人があんま参考になるんじゃない。ああ、なるほど。じゃあ、じゃあ、なんか分かった。分かりました。監督がこれはっていう一押しのやつを3本ぐらい。了解。うん。それその間繋げといてください。真面目にどっか行きましたよ。こんな下りありっすか。ディレクターがいないって。あ、さっきの話しましょうか。だからその小さな恋のメロディーの、親友がね、めちゃくちゃいいやつなんですよ。で最後、その親友との下りが、すごくドラマチックで感動的なんですけど、その、親友がですね、実は、ロバート・ダウニー・ジュニア、
知ってますか？今となってはですね、アイアンマンですね、アベンジャーズのリーダーですけど、その、ロバート・ダウニー・ジュニアが、一回こう結構下火になってしまったところがあるんですけど、まあ、チャーリーという、作品で復活をしてくるんですけど、その前の若い頃のロバート・ダウニー・ジュニアが僕大好きで、レス・ザン・ゼロとかっていう、あの映画とかが大好きだったんですけど、その頃のロバート・ダウニー・ジュニアにすごく似てるんですよ。これ見た方がいいです。しかもそれが、史実です。本当にあったお話で、実はそれの小説版もあって、それを読んだのも僕がまだ、高校在学中か、もしくは高校出てぐらいかもしれないんですけど、その時にその小説が後から出たんですね。ノベライズ版みたいなもので出ているんですけど、その小説の一番、末尾に書いてあったのが、その2人は、うわ、これも言わない方がいいかな、言わない方がいいですね。それも小説を見つけて、読んでみてもらえると、もう鳥肌が立つような感動が待っています。すごいですよ。そしてロバート・ダウニー・ジュニアのお話にちょっと話がこう持っていくとするとですね、ロバート・ダウニー・ジュニア僕大好きなんですけど、実は今、アベンジャーズをやっている、まあこれは皆さん知ってると思うんですけど、アベンジャーズ最初はやりたくなかったんですよね、ロバート・ダウニー・ジュニアはね。それが、やったらすごく当たってですね、それからもう、ハリウッドで一番稼ぐ、俳優として活躍をされているんですけど、彼は結構苦しんだ時期があって、途中で、まあ、麻薬なのかな、一回捕まったりとか、結構苦しい時期があって、それからチャーリーって、チャップリンのお話で、チャップリン役をやってですね、すごく本当にうり二つのような形で、それでアカデミー賞を取ったのかな、ゴールデングローブ賞かな、取ってるんですけど、それで復活を果たしたんですけど、それはその頃からが評価されてるんですけど、僕は、もう本当に昔の初期の頃の若い頃の彼の芝居がもうとてつもなく好きで、だから、復活してもらってすごい良かったなと思うんですけど、でも昔の話ってあんまり、昔の映画って皆さん多分ご存じないと思うので、ロバート・ダウニー・ジュニアの、昔の作品もぜひ見てほしいですね。とてつもなく良いです。今の親父化したロバート・ダウニー・ジュニアもすごくいいんですけど、若い頃は洗練されてます。はい、いろんなジャンルで洋画系を6個持ってきました。はい、なんでこの中から選んでください。あ、選んでいいんですね。いいです。よかった、怖い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 、うわー難しいなー。お、まさにまさにですよ。あー、まさにだけど俺ちょっと話を忘れてしまったな。ロバート・ダウニー・ジュニア、先ほど言っていたですね、ロバート・ダウニー・ジュニアが、一回麻薬で捕まる前ですね、かなり低迷してしまう前の、主演作、これも実は結構当たりましたよね。当たってはいたんですよね。なんだなんだ、愛が微笑む、まあ、名作ですよね。すっごいいい作品です。これね、家族で見てください。ロバート・ダウニー・ジュニアの、あと、どうだろうな、一番良い時そんな言い方していいのかな。でも話の内容が俺あんまり覚えてないな、なんでだろう。いやいや、ね、何よりもいいのは、これに、吹き替えでやっている方たち、ですね、マイロ、トム・サイズモア役の、石塚雲翔さんの、亡くなった石塚雲翔さんのですね、良い頃の作品、これダメだやべえなちょっと待ってください、ね、多分ですよ、20代ですよ、ロバート・ダウニー・ジュニア。マジっすか、20代前半ぐらい。ちょっともうちょっとこれ、作戦が必要でしたね。何も言えないわ。ちょっと邪道な言い方をすると、うん、好きな彼氏、あ、男の子、はい、好きな女の子がいた時に一緒に見ると距離が縮まります。あ、監督がよくやってるやつですね、うん、監督が、なぜこれを持っているかというと、それをよく多用しているということですね。あ、もうちょっとね、はい、あるんですよ、そういう系統は。あ、より日本で言えば多分大停電の夜にとか、うん、知ってます？いやー、タイトルは分かるし、すごい名作だったっていうのも分かりますけど、
内容が思い出せないなとかね、衛生感バリバリでしょ。いや僕ね、あ、分かった、あのね、でなんかその中で、はい、結構名作ばっか持ってきたんですよ。そうですね、そなんか一個これはっていうのにしましょうよ。これはっていうのがね、この中だとないんだよな。少林サッカー、少林サッカー、これは、ね、仙台のケンドルさん知ってますよ、この映画。ケンドルさん、なんすか。お、ほんとだ、うん、これね、アイルが覚える時を総括したらこれなんです。わかりました。見てみます、幽霊になって赤ちゃんに取り付いちゃう話。っていうか僕メグライアン大好きだったんですよね。あれ、メグライアンじゃない？メグライアン出てないっすよ。トップガン。トップガン。トップガン出てましたっけ？もうダメだ俺。ちょっとね、これかなり俺心が折れてます今。まあ、一応タイトルちょっと、うん、ジャケットをカメラに。これ全部。いや今ね、ああ、これ興味を持つ、はい、違うさっき。はい、こっちですね。これ現代が書いてあります。Heart and Souls って書いてあるんですが、日本のタイトルが、愛が微笑む時っていうのですね。ロバート・ダウニー・ジュニアと、チャールズ・グローデン、グローディン。チャールズ・グローディンっていう方は今何をやられているんでしょう。あまり他の方はメジャーになられてないのかな。いや、失礼な話、ね、結構年配の人が多いです。ああ、そうですよね。いや、だから、あ、彼女役、あ、彼女役は、アルフレ・ウッダードアルフレ・ウッダードさん、美女ですよ。深見理香さんが、吹き替えをやられてますね。美女ですよ、はい、ねえ、いやいや、僕この顔だけを見てメグライアンだと間違えてしまったぐらい、可愛い方ですね。はい。いや、でもそれは置いといて、まあ、それ興味持つ人がいるかもしれないじゃないですか。ね、俺がまず見てみたい。これ持って帰ってもいいですか。ダメです。ダメなんだ、ね。自分が使うために残しておくみたいな。隠れんじゃんの DVD と一緒で、はい、貸すと帰ってこない。あ、そうですね。あ、そうですね。だからここでオフ会をやった時にみんなで見ましょうか。まあ映画館ありますからね。ね、ここねすごいんですよ、向こう側にね映画見れるような状態になってるんですけど、チョコレートファイターって僕逆に知らないな。これなんですか。これね、監督が持ってきていただいたもの、まずタイムアフタータイム、これはですね僕知らなかったんですけど、監督に打ち合わせの時に話をしていただいて、マジですかってなったものなんですけど、バックトゥーザフューチャーの元になったお話なんですよね。でそして、そのバックトゥーザフューチャーは僕本当に好きで、映画館にもう何十回と見に行って、今 DVD も家にあるぐらい好きなんですけど、そのパート3に出てくる、ドクですね、ドクが恋愛するのかよみたいなところはちょっと俺もおいおいだったんですけど、そこの、相手役の方がやっぱりお年を召されていて、ああまあドクが相手をするんだったらこんなまあ年齢かなとも思ったんだけど、それにしてもちょっと年齢がいってるなと思ったら、このですね、タイムアフタータイムのヒロインの方だったんですね。それ聞いて僕ね、ほんと鳥肌が立ったんです。だからこれ一番見てみたい。フューチャーしてるんですよ。ねえ。バックトゥザフューチャー。あ、マジで。マジでバックトゥザフューチャーしたわけですよ。それはね、すごいなと思って、スピルバーグはさすがだなと思ったんですけど、だからこれ見てみたい。で、これがまず一つでですね、次はミッドナイトインパリですね。これも超有名なお話ですよね。僕があまり好きかというと、ちょっと、まあ、絵は綺麗なんですけどっていう感じですね。ウッディ・アーレンの作品、まあ、いわゆるヨーロッパ作ってちょっと好き嫌いが分かれるというか、映像美に走っていてドラマの展開が、そこはかとなくてちょっとどうかなっていう感じなんですけど、それが2つ目で、次ライダにお手上げ。これもタイトルは聞いたことあるんですけど、ちょっと僕あまり知らないですね。ニール・サイモンのものですね。ニール・サイモンは、まあ最近亡くなられたんですよね。もう結構高齢でしたからね。うん、いや最近亡くなられて、ニール・サイモンの作品は僕結構、いろいろビロクシー・ブルースとか、いろいろ舞台でおかしな2人とかもそうですかね、うん、やったり見たりはしてるんですけど、おかしな夫婦とかね。ああ、それは多分、転化したものですよね。もともとおかしな2人ですよね。そう、うん、それの一つ、ライライのお手上げで、少林サッカー、今 見せた少林サッカーですね。これは本当にもう、韓国ですよね、これ。香港。あ、香港。香港なんだ。香港ですよ。韓
ああそうか、俺勘違いしてた。韓国映画が一番売れる時にそのなんか頑張ったやつかなと思ったら違いました。でもすごい有名な。バカになりたい時に見る。そうですよね。とてつもなくなんだろう、笑っていいんだっていうのを明らかに出してくれている。振られた時とか。なるほどね。もうそういう時に見ると落ち込めなくなる。そうですね。落ち込んでいる場合じゃないと。っていうかこのチャオシンチーがよくぞこんだけのものを自分で企画をし、自分で主演し作ったなみたいな感じですよね。めちゃくちゃ面白い。それぞれ、すごく、名作ですっていうのは分かるんですけど、一個だけこれが全く分からないんですよ。チョコレートファイター、これ知ってます？知ってる人？はい。分かんない。これはどんなお話なんですか？逆にチョコレートファイターはタイの映画。あれ、安倍さんが出ている。はい、安倍博士さんが出ています。はい、安倍博士さん出てます。最近のやつですか？いや、もうかなり前です。あ、本当だ。2008年度作品。2008年度作品なのに安倍博士は変わってないみたいな。ちょっとこれわかるかな？わかんないだろうな。すごい。全然変わってない。へぇー。これはね、すごいスタントなんですけど、はい、ノー CG でノースタントなんです。あ、昔あのタイかどっかの何でしたっけ、ありましたよね。すごいノー CG でその主演の人をその、ノー CG ノーワイヤーで、その人のアクションを見せるっていうので、その人を監督が見初めてから撮影するまでに10年特訓させたっていう。それです。え、それの女性版ってことですか？それ、その子はちっちゃい時から。マジっすか。で、本当にビルからノワイヤで地面に落ちますよ。マジっすか。で、最後のエンディングがジャッキーチェーンみたいになってるんですけど、やたらめったらみんな救急車で運ばれてくるんですよ。あー、なるほど。これ監督がマッハでした。今僕が言っていたものはマッハです。誰かが書いてくれている。ヒロインの女の子がカンフーを覚えるのはテレビでマッハを見て、カンフーの達人なんです。マジですか。僕ね、マッハ3 の、 吹き替えの主人公やってますよ。そんな話どうでもいいか。それはちょっと見てみたい。あのマッハはすごかったですからね。これリアルに、うん、なんかワイヤーなくてあんな飛べるんだみたいなね。そう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 。怪我人続出映画です。いやー、それがね、体張ってるのはすごいですよね。いやー、これはすごいわ。ケンドロスさんめちゃ詳しい。マジですか、うん、ケンドロスさんすごいですね。ケンドロスさんすごって書いてありますね。本当にすごい。ケンドロスさん、ケンドロスさん、おー、本当だ、いっぱい書いてる。マッハの後に出たんですよ。まあそうですね、トムヤム君まで行ってるから。トムヤム君っていうのがマッハの2ですよね、うん、だから、トムヤム君の、その後に、これは出されてるんでしょうね。それはジャンル別にアクションもあるし、あ、心温まるやつもあるし。なるほど、素晴らしいですね。さすがミッドインチョイス。ナイパリなんかは一人で日曜日に見る。っていうかね、僕監督とお話をしたときに監督のうんちくがすごすぎて、そのよくそんなところから、話を持ってくれるなと思っていたんですけど、これ結構メジャータイトルじゃないですか、うん、全部そういうところも全部網羅されてるんですね。まあ、かなりマニアックなやつもありますけど、あ、マニアックなやつだと、はい、誰も分かんない可能性があるんで。いやー、すごいな。俺はちょっと今流行ってるもののちょっと端っこぐらいで、みんな見てるか見てないかわからないけど、俺はこれ見てるぜみたいな。例えば最近で言うところで言うと、みんなはこう亀止めに走るじゃないですか。まあ亀止めも僕も見に行きましたけど、でそこから僕はじゃあ俺は知ってんぜでどこに走ったかっていうと、ブリグズリビ、言えねえよ、ブリグズビーベア、ブリグズビーベアっていうですね、その亀止めも結構身内で撮った感があって、音楽のやってる人と幼馴染だったりするっていうところがあるんですけど、ブリグズビー・ベアも主演の人と監督の人とそれから作曲家かな
作曲家かもしくは、脚本家どちらか忘れてしまったんですけど、その方たちが、幼稚園からの同級生なんですよ。でその方たちが映画を撮っていて、で、長編で第一作目なんですけど、いろんなところで賞を取っていて、賞を総なめにして、それも、多分5000万ぐらい、まあ向こうで言うと、そんなにバジェットは大きくない、予算が大きくないものなんですけど、全世界的に、公開されたっていうことで有名になってるんですけど、あれも面白かったですね、みたいなものを僕はチョイスして、さも、俺は映画通だからなって思っていたわけですよ。そしたら監督が、あれ見ました、あれはどうですか、いやあれがやっぱり良かったですよっていうものがほぼわからない。これはやべえぞってなって、最初だからこれね、監督に言われてですね、映画紹介やってみましょうよって言われたんですよ。で俺も最初は、おいいじゃないですかって、それ行きましょうかってなったんだけど、うんちくのすごい人ってね、今の例えば、ケンドルさんみたいにこういっぱい俺より知ってる人が多いので、多分なんだろう、バッシングを受けて終わるんじゃないかと。それかもうものすごいマニアック映画紹介、1970年代80年代ぐらいの日本映画の、はい、そのもう今だったら絶対かけられないような映画も当時かかってたんですよね。ああそうですよね。いや逆にだから俺知らないぞ、だから教えてくれよ的なのはどうですか。監督が例えばこれがいいですよっていう作品を紹介してもらって、俺それどうなんですか、このタイプ、それって面白いですかとかっていうことをどん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 こうなんかうんちくを語っていただいて、俺は知っていって、で、みんなに見たくさせるって新しくないですか。なんかね、アリコンさんとかみたいにこう、なんだろう、例えば小田井くんが結婚された方、どなたでしたっけ、あの方も多分映画評論家ですよね、何さんでしたっけ、うんうん、あの方みたいに、リカコさん、リリカさん、リリカさん、あれ忘れちゃった、書いてくれ、書いてくださいそんな時に誰も助けてくれないみたいなね、リリコさんかな、その、方たちみたいにうんちく本当に見て素晴らしいっていう人たちはそれでやっぱり商売になっているんだけれども、そこを食い込んでいけるかっていうと、例えば赤弁滝川さんでしたっけ、今有名な人だとね、そういう方もいらっしゃいますけど、そこまでのうんちくは僕は持っていないので、逆に、知らないからこそ興味を持たせるみたいなね、新しくないですかね。あ、リリコさん、やっぱりリリコさんでしたね、リリコさんです。そうなんですね、うん、でまあ映画結構ねすごいあって名作もあって、うん、意外と宣伝されてないけど名作って結構あるんですよね。あ、逆に何だろう、アカデミー賞であるじゃないですか、こう、バッシングじゃないけど一番ダメだった賞みたいな、はいはいはい、あれみたいなんで自分が見た中でこれはくだらなかったなみたいなのを紹介していくみたいなのもどうですか。でもディスっちゃうことになるんで。あ、そうか。特に日本映画やりづらいですよね。ああ、いやディスるわけでもないんですけどね。それが面白いみたいなね。でも絶対ちょっと難しいか。絶対悪口になります。悪口になりますね。それ難しいな。なので映画紹介は知らない程度の映画紹介ならできるかなみたいな。これは一個のアイデアですね。今後の僕として。うん。なんかでも映画紹介面白いかもしれない。はい。そこで突然の。特に秋のような。はい、なぜにこれが、あ、だからそれはゲームですよ、ゲーム。金子のぼりん負けるな、のぼりん負けるなに見えるでしょ、のぼりんにって書いてますよ、小さくね、小さくのぼりんに負けるな。でもゆくゆくは、はい、ゲームで対戦してみるとかね、うん、対戦しましょう、絶対対戦したい。それを横で和田さんが酒飲んで見てる面白い。いや絶対対戦はしたいなと思います。あのね、のぼりんよりは俺の方が多分上手になる可能性を秘めていると思いますいや分からんな。でもあれさ、あれちょっと見たんですけど僕も、でも僕ね、荒野行動実はちょっとやったんですよ。荒野行動でやってみませんかみたいな話があったので、じゃあやってみますって言って一回ダウンロードしてやってみたんですけど、
わけは分からなかったです。最初に、ちょっとした服を選ばされて、顔とかだけすごく緻密にこんな顔にしますかこんな顔にしますかとかだけ選ばされてですね、で戦場に出たら周りにねすごい走ってる人たちがいるわけですよ。トト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 トって走っていくんだけど、誰も俺に構ってくれない。で、あれこれはあの人たちは仲間なの、どこに行けばいいんだろうなと思って、でなんかちょっと、右端かな、なんかレーダーみたいなのがあってこっちに行くべきだみたいな感じのが書いてるっぽいから、そっちにタッ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 て走っていくと、なんか、武器を拾うわけですよ。武器を拾って、何々の武器を拾いましたとかって言って行っていったら、もう持てませんとかってなって、そしたらリュックがそこに落ちていて、リュックを手に入れたらですね、リュックに入るものが多いからいろんなものを手に入れられていくんですけど、で、ジーンズを見つけてですね、最初、ブルーのジーンズを履いてたわけですよ。でブルーのジーンズ履いていて、タッタッタッタっていくと、あれ拾いたくなくても勝手に拾っちゃうと思うんだけど、それで、次にもう一回拾ったらブラックのジーンズですってなって、ん？と思ったら、でじゃあそれも一応持っとこうかと思って、それを手に入れるみたいなことをやったら、ブラックのジーンズに履き替えてブルーのジーンズを捨てるんですよ。なんで捨てるんだよみたいな。でこれ履き替える意味は何だっていうのがわからないままタッタッタッタっていくと、エリアが狭くなっていきますとかって言われて、どんどん狭くなっていって、何するのかわからないまま、バイクに乗ってる人がいて、そいつを撃ったらバイクが転んで、バイクが手に入ったんですよ。でバイクに乗って、どこ行くか分かんないからバイクでタタ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 って行くと、なんか川のところとか行って、でバイクが岩にぶつかったのかな、で爆発しちゃったんですよ。で吹っ飛ばされて、でまた、何もない状態で走ってみたいな感じで終わったんですけど、なんだこれっていう感じはあったんですけど、ノボリンは、あっという間に殺されてるじゃないですか。あれはどうなんですか。俺の方がいけてる感じしないですか、それで言うと。解説までいかなかったんで。っていうことは俺がやったら、もうちょっと解説はできるってことなのかな。そう、それなら俺多分ね、のぼりに勝てますよ。のぼりに負けるの、いつか対戦します。そう、ね、公約です。金子先生も負けず嫌いですからね。のぼりがもうちょっとゲームができるようになったら対戦してあげてもいいよっていうぐらいにしておきましょうかね。さあ、そしてなぜかこうね、ゲーム実況はだから、いずれやりたいなとは思います。もうちょっと上手くなったらね。あと募集ね。あ、ゲームね、どういうゲームを、やりたいか、真面目に、募集します、そう、残り5歩で殺されたんですよ。え、5歩で、早すぎるな。なんかパラシュートで降りて、歩いたら撃たれてしまう。俺ね、バンダイのゲーム、車のゲームだと、その全国対戦で1位になったことあるんですよ。真面目に。1位じゃない、すみません。10位以内かな。10位以内になったら、その人たちだけもらえる車って特別の車があるんですけど、それをゲットしたぐらい、車のゲームは得意です。荒野行動は分からんな。金子先生、確か撃ててなかった。武器は取ったんですか。取ったけど、撃つ前に殺されて終わりましたね。はい、グランツーリスモね。グランツーリスモは、グランツーリスモも好きですごくやっていたんですけど、グランツーリスモの僕、5で、5か6で、耐久レースがあるんですよ。んでその、24時間耐久とか8時間耐久とかだと思うんですけど、その耐久レースのドライバーって映るんですよね。そのドライバーの役とか僕キャプチャーでやってます。でタイヤ交換とかもあるんですけど、そのタイヤ交換している整備員の役もやってますね。だからグランツーリスモやりたいなと思うんですけど、グランツーリスモ今すごいんですよ。 VR で、こういうハンドルとかをリアルに作ると、実際に本当に車に乗ってるみたいな感じになるんで、あれはね、真面目にやりたいなと思う感じですけど、あと何でしょうね、ゲーム、やりたいゲーム。それこそBL 系ゲームみたいなのあるんですか。まあ、あとは戦隊のゲームとかあったらいいんじゃないですか。バンダイとか大好き。戦隊のゲーム、そうで、ね、カクレンジャーで戦って、ありますよね、戦隊のゲームもあるのかな。
戦隊のゲームだったら、カクレンジャーでそのカクレンジャーの必殺技とか出せる。カマイたちの夜ってゲームなんだ。おお、怖いですね。怖いの俺苦手なんですよ。いや、映画だと思ってました。あ、映画にもなってますけど、ゲームもありますよね。結構昔の。あれ、ゲームが先なんですかね。あ、そうなんだ。あれ、違いますか。知っている人、教えてください。カマイたちの夜。カマイたちの夜って藤原竜也さん主演の佐野史郎さんとか出てる、はい、映画で見たんですよね。確かあのゲームとしては古いと思うんで、ゲームの方が先かな。あ、ゲームなんだ。うん、戦隊ゲームあるみたいな。やった。ん、戦隊ゲームはでも携帯ゲームじゃないのかな。あの PC じゃないや、プレステとかのゲームなんですかね。どうだろう。そしたら携帯ゲームだったら即やれますよね。うん、うん、ではもうみんなダウンロードしておいてもらって、うんうん、要はだから核レンジャーでやる人は、はい、まあそういうルールかどうか分かんないけど、うん、あの赤が要は小川さんだったら、はい、他の4人はあのその見てる人が参加して5人になるとかね。ああ、理想ですよね。それいいですね。それやりますか。スマホアプリみたいですよ。へえ。レジェンドウォーズ。あ、スーファーミで、あ、かまいたちの夜はスーファーミらしいです。おほう。あ、じゃあやっぱゲームなんだ、かまいたちの夜。そうです、ゲームさっき。映画面白かったですよ。ああ。いや、ゲームもね、すっごい怖くて面白いっていうのは聞いたことがあります。かまいたちの夜みんなでやりますか。あのさっきみたいに暗い感じにしてね。めちゃ怖え、ここ。だってあれ、最後だって2人ぐらいしか行くのかな。うわぁ、俺、うわぁ、怖いな、俺、夜眠れなくなるな。いやー、ダメだ。ダメだじゃない。やってみたいですね。いや、もう大人なんですか。あ、かまいたちの夜、いいかもしれないですね。ね。うん。アプリであったら面白いですよね。アプリであるのかな。音切りそうっていうんですか、これ。音に切る。音切りそうも怖いです。戦隊アプリはみんなでできないらしい。あ、そうなんだ。かまいたちの夜、怖いね。音切り草も、音切り草もゲームなんだ。結構だから、ああいうホラー系ってゲームから来てるの多いですよね。音切り草はあれですよ、沖縄めぐみさん。おお。で、あと松尾玲子さん。松尾玲子さんはご存じ上げてないですね。あ、すいません。金子のぶる君友達らしい。本当ですか。うん、この前なんかちょっとそういう話が。いやちょっとマジですか。怖い系のゲームばっかりになってきましたよ、みんな興味を持ってるのが。怖い系のゲームをみんなでできるのかな、これって。みんなで一緒にできるんですか、それとも俺がやってるのをみんな見てもらう感じなんですかね。まあでも参加する方が楽しくないですか。どう、あ、それ聞いてみましょうよ。みんなで参加したら怖くないになっちゃいますよね。どうなんですかね。みんなでなんか墓場行ったら、うわー、行けーみたいな感じになりますよね。だから参加するのか、まあ、小川さんとか、ね、金子さんとかやるのを見てるのか、その実況を聞いてたのか。そうですね、ゲームとかだと実況を聞いてるのが面白いのかな、怖いのだと。どうなんでしょう、マジで怖いな。それやってみたいな。朗読してるのを見てる方がいい。ああ、それもやりますよ。朗読は絶対やりたい。朗読やります。ちょっとなんかネタになるようなやつでやりたいですね。うん。ああ、ネタになるようなね。ありきたりじゃないやつ。だとしたらやっぱり BL なんですか。なんだろう。今パッと思いつかないですね。純愛ものとかっていうのはどうなんだろうな。どこに持っていけばいいんだろう。そういえば俺、全く関係ないんですけど、最近の、君の名前で僕を呼んでっていう映画。知らない。おお、すごい、賞を取ったり、軒並み高評価だったから見たんですけど、全く分からなくて、はぁーっていう感じだったんですよ。邦画？いや、洋画です。ヨーロッパですね、向こうのもの。どこだろう、撮ってるところはイタリアとかで、何カ国か合作だったんですよね。で、まあ、いわゆる BL 系のものだったんですけど、すごい
っていう感じだったので、逆にそのを知りたいなっていう気はしたんですよね。全く俺の理解できないところだったので、だから、全く興味ないじゃないですか。つまんねえんだろうなと、正直な話。その映画は。つまんな、いや、言っちゃ悪いけど、つまんなかったんですよ。全くつまらないというかですね、あの、いわゆる男女、男と男で見るからつまらなく見えちゃうのかなと思ったんですよ。で、だから男女として見たらどうなんだろう、男女の恋愛として見てみたらどうなんだろうなと思って見たんですけど、男女の恋愛として見ても、本当みたいな。あるあるある、うん、そう、女の子と見に行って号泣してるのに、女の子が、はあ、何がいいのみたいなのって結構ね、対策でもあったりするんですよね。ああ、無理して理解せんでもっていう素晴らしい、まさにその通りです、うん、素晴らしい ね、やっぱ人それぞれですからね。うん、なんか他にネタの企画ノートあります？うん、ちょっと見てみましょう。お、シチュエーションコメディ。あ、はい、これはもう前から言ってたじゃないですか。要はだから、あの、生配信ってやることも決まっちゃうし、はい、動画のデータもやっぱ画質が落ちるんで、うん、はいはい、でもちゃん、まあね、今回は映画の監督脚本もいるし、うん、あの、役者さん揃ってるわけだし、はい、で、ね、新堀さんっていうアクション、伝説のアクション監督もいるし、うん、まあ、撮影部だってね、プロがいるわけだから、はい、で、じゃあ何をするってなった時にシチュエーションコメディかなと、うん、あ、これは、ドラマを撮るってことですね。そう、シチュエーションコメディドラマ。あ、それはいいですね。シチュエーションコメディだと、はい、日本の代表作で言えば、三谷幸喜さんのやっぱり猫が好きとか、あ、素晴らしいですよね。あと何年か前にやってた、あの、はい、なんかあのテレ東かなんかでやってた、うん、あの東京03の3人と、はい、劇団一人おさんと、はい、あの、あれでしょ、あの、バカリズム、マスク、うん、と、あの、もう一人、女性の方、元モモゼ、モモクロの人、はい、の、あれもまあ、シチュエーションコメディですよね、の典型です。ワンシチュエーション舞台みたいなやつ。ああ、はいはい。ワンシチュエーションコメディを、うん、その日に朝台本を渡して、うん、はい、まあ、舞台じゃないから、ブロック別に撮っていくんで、あ、お、朝もらって、はい、今覚えてください。おで、今いるキャストだけじゃなくて、うん、まあ、あの、多分この今、このチャンネルに登録してくれてる人たちは知ってると思うんですけど、うん、僕の映画のダイジェストも一応今回置いてあるんですよ。お、なるほど。まあ、いろんなキャストが出てるわけで、あ、はいはい、とか、まあ、僕はあの結構舞台オタクでもあるので、うん、例えば今結構ほら、あの、バーって若手で売れてる劇団とかあるんじゃないですか。はいはい。そういうとこから、はい、ゲストで逆に映像に出てもらって。なるほど。で、前僕の映画で新幹線の方々とか、うん、劇団新幹線いたんですけど、はいはい、あの、まだ劇団作って、うん、例えば10年とか、うん、15年以内で、うん、だいたいほら学生から作るじゃないですか、劇団って。はいはい、だからスタートが20歳とかだから、うんうんうん、まだ30になったばっかぐらいの劇団ので、例えば、うん、全国で公演するぐらいのクラス、まあ、結構イケイケの、はいはいはい、そういうとこから結構芸達者の役者さんを呼んで、はい、あ、例えば東京の人気劇団と大阪発の人気劇団をゲストで呼ぶとか。なるほど。まあ、ほらだって男ばっかなんで、はい、配信が、うん、せめてシチュエーションコメディの中にはやっぱり女優も欲しいじゃないですか。そうですね、うん、いつもいつもほらなんか野郎ばっかりの配信で BL やったらもうさらにおいおいみたいな感じですよね。そうそうそう、まあ、うん、シチュエーションコメディでそれを、うん、例えば配信はメイキングをずっと撮っとく。なるほど。定点でね。はいはいはい。どうですか、そういうだって見れなくないですか、映画の。いや、それ面白いですね。いや、そしてドラマはやっぱりいいです。あの、これだけのメンバーが揃っているので、やっぱりドラマはやりたいなと思っていて、ただあと時間がかかるじゃないですか、ドラマって。だからどうしようと思っていたけど、そういうものをその日にもらってその日に撮る。1話10分ぐらいのやつを1日2本撮る。素晴らしい。で、一応今日俺と小川さんしかいないんですけど、はい、まあ、大御所で言えば
森次さんとか、はいはい、バンさんとか、ええ、ね、まあ金子君とか和田さんとか、和田さん先輩ですもんね。先輩です。いるんですけど、はい、俺ら決めちゃいましょう。はい、こういう話を第一弾作ります。おお。で、小川さんが決めたことにして、怒られるの小川さんってことにして。なんで怒られるんですか。それなんか、お前らが決めたのかよ。褒めてもらいたいですよね。で、いや、まあ、一応まずコメディでいこう。要は重い話を動画配信しても難しいんで、はいはいはい、まあ、だってね、みんなで酒飲んだりしてる回ですから、そうですね、まずコメディでいこうと。で、さっき僕が考えて、はい、まあ、それ見せてないんですけど、まだ小川さんに。だってヒーローばっかりで、はい、森次さんもウルトラセブンだし、うん、バンさん機械だだし、ね、小川さんだって元忍者だし、うん、ね、赤い忍者だったわけじゃないですか。はい、とかね、あの赤い獣だった人もいるし、うん、赤い竜だった人もいるし、うん、まあヒーローものでしょ。ヒーローもの、はい、うん、ヒーローもの、はい、ヒーローもののコメディが、うん、だって見てる人は絶対見たいと思うんですよ。なるほどね。で、ちょっと1ページめくってもらっていいですか。そこはね、さっきあの打ち合わせの時見せなかったんですけど、うん、あ、森次さん、金子さん、のぼりの中を出す。で、要は全員出すとぐちゃぐちゃになっちゃうんで、うんうん、2チームに分けます。森次さんチーム、お、バンさんチームみたいな。なるほど。え、それで森次さんチーム、金のぼりんチームなんですね。このなんか前の時に森次さんが誰と組みたいって話をした時に金子さんって言ったんですよ。お、なるほど。で、ここにこっちチームに、こっちの人先取ると思うんで、ああ、こっちチームに小川さんを、お母さんが嫌じゃなきゃですよ。お、実はほら、プライベートで金子さんと仲悪くて、はい、こいつとは芝居したくないとかあるじゃないですか。どっかで聞いた話だな。これは言えないんですけど、実際にそういう話があったみたいですね。ね、だから例えばそういうのなくて、はい、こっちで良ければ、うん、まずこっちに。で、ここにさっき言った劇団の、結構人気劇団から、はい、2人ぐらいと、はい、やっぱ美女一人入れたいですよね。あ、いいですね。そうすると何人だろう、3、4、5、6人ぐらい、お、5、6人で、はい、の、まずこっちがヒーローで、うん、バンさんは僕の映画で悪役もやってもらったことあるんですよ。はい、なんで向こうが悪の組織でどうですか。いいですね、いいですねと思ったんですよ。あので森次さん絶対隊長です。あ、まあそうですよね。ってことは、はい、やっぱほら、あの前のみんなで飲み会った時に、うん、あのバンさんと金子さん、まあ、小川さん、和田さんは東映系じゃないですか。はい、森次さんだけ円谷系なんですね。はい、そうですね、うん、だけどやっぱり大先輩じゃないですか。そうです。ってことは、うん、やっぱここは森次さんに合わせましょう、うん、まあ、森次さんの許諾取ってないですよまだ。なんで、はい、この話はなかったことするかもしれないですけど。いやいや、勝手にうちらが言ってるだけなんで大丈夫です。これでいきますよ。で、そうするともう1ページ目ってください。さっき僕は走り書きしたんで、うん、人気劇団より、これ ページがなくなってるし、これ違う、あれ俺走り書きしたのかな、うん、なんか間違えましたか、これ。あ、企画書に書いたのかな。はあ、企画書もここにあるんですけどね、実は。はい、そこのなんかドラマ枠みたいなの、うん、僕さっき作ってた。 ありますね、はい、ドラマ枠で企画その1ってやつ。はい、居酒屋地球防衛軍カッコ仮、うん、どういうことですか。要はワンシチュエーションだから基地の中にしなきゃいけない、うん、宇宙怪獣にコッパみじんに破壊された防衛軍、再集結した場所は薄暗い倉庫の中、公務員であるため予算は見送られ、近未来装備も戦闘機も専用車もなく、とりあえず集まる。ある日新基地ができたと隊長から連絡があり、集合してみると下町の居酒屋であった。なるほど。今日はそこを森次さんがあのオーラで、うん、ここが基地だって言い張る。魚屋じゃないですか。面白い。で、今思ったのが、うん、はい、全員ヒーローなんで、うん、ただあのウルトラマンって必ずあの警備隊の中にウルトラマンがいますよね。はい、なんで誰かウルトラマンなわけですよ。お、まあ、ウルトラマンとは言わないですけど、はいはい、まあ、今回はね、うん、なんだけど、あのすっごいその劇団から、はい、もうすぐなんか変な顔した人とかを連れてきて、うん、その人がウルトラマンって新しい。でものすごいアピールするんですよ。
新しいですね。さっきの戦いどうでした？例えて言うと、なんか室強さんとかが変身しちゃうみたいなね。そう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 。まさに、まあ、ポジションでは室強さん、まあ、室強さんに失礼ですけど。いやいや、佐藤二郎さんとかね。佐藤二郎さんとかね。で、めっちゃだからアピールするんですよ。うんうん。戦ってる時いないじゃないですか。なるほど。唯一いないんで。はいはい。で、帰ってきた後に、うん、どうでしたっていう。でもみんながこいつかなって思うんですけど、うん、誰も食いつかない。面白いな。僕らがいつも疑問に思ってることとして、なんか世界平和とか宇宙を守るとか地球を守るとかって大きいことを言い過ぎだから、なんか居酒屋を守るみたいなぐらいでも下町を守るとかね、そんなんでも面白いかなと思ったんで、居酒屋地球防衛軍っていうのは、あ、この居酒屋を守るのかみたいな感じで面白いかなと思った。最後はだからなんかみんなで料理頼んで食って終わるだから戦いに行けないんだから、もうウルトラマンに任せるしかないじゃないですか。なるほど。応援するしかないんで。ああ、それをテレビを見て応援してるっていうことです。居酒屋のこのなんか古いね、まだブラウン管のテレビを見てみたいな。で、その気持ち悪い役者だけがいなくなる。面白い。結構死んだ、ほら、ウルトラマンで頑張れみたいになるじゃないですか。うん、面白いけど、全部その、劇団の人が持っていきそうな気配もありますね。それをみんなマジで芝居してもらう。ああ、負けたくないから。絶対お前には負けないみたいなね。ああ、それいいな。で、それに、うん、なんかもう必ず警備隊の女の子が一人いて、そしたらなんか警備隊出身者から一人出してもいいですよね。ああ、なるほど。実際にね、実際に小川さんちよりももっと前の世代の、はい、戦隊とかの敵の幹部の女の人とか、うん、例えば60歳ぐらいの女の人とかいるかもしれないじゃないですか。そういう方に、うん、ヒロインで来てもらう。あ、でも現場のテンションめっちゃ落ちますかね。それはどうなんでしょう。その人たちに失礼だけれども、ね、テンションも落ちるかもしれない。呼びづらくなっちゃうとか、うん、なんかもう地球を狙ってきた宇宙人が帰らなくなって、敵の女幹部もその基地に一緒にいるみたいな。これはどれぐらいのペースでやるんですか？月1。おお。だから1日、要は1日スケジュール合わせて、1日で2本取れれば、はい、要は月に2本は出せるわけです。編集大変です。これすごいな。それやりたいですね。うん、真面目に面白そう。そう、だからもうあとは昔のチームナックスって、大泉さんとかもいらっしゃるのが、20年ぐらい前に、はい、北海道の1地区だけを守るっていうヒーローをやってたんですよ。やりそうだな。ホワイトストーンズ。白い着ぐるみみたいに着て、はい、で、結構真顔で戦うんですよ、ちゃんと。へぇ、いや、やりたい。それがね、変身前が1号、2号の設定なんですよ。北海道 の道の名前なんですよね、はい、本郷通りとか。あ、本当にあるんですか？ある。白石地区っていう、はい、札幌の白石地区だけを守るやつで、ホワイトストーンズ、白石。なるほどね。面白い。だからこの辺だと、うん、荒川を守るから。あ、それでか、これ。さっき、うん、ドラマ企画の2で、黄昏戦隊 ARA リバーって、アラリバーってなんだろうと思ってたんです。荒川か。そう。だからみんな、アラフィフになって、アラフィフじゃないですけどね、もう皮膚だから、うん。家庭を持ってるのに、はい、まだ戦隊を続けてるっていう。世知辛い。そう。悲しい。誰かもう5人揃って行く必要はないだろうみたいな、揉めるっていう。グリーン行ってこいみたいなね。なるほど。お、面白そうですね。なんか戦ってる途中で腰が痛くなるみたいなね。そう、ホワイトストーンズは、うん、メイキングが超面白かったんですよ、本編より。本末転倒。そう、もうね、すごかったですよ、若かりし頃の。へえー、やってみたいな。パワーがすごくて、うん、最後だとパート3とか前に出てきました。マジですか。で、最後ロケしてましたもん。へえ。いやいや、アラリバーでいいじゃないですか。アラリバーで行きましょうよ。
ARA リバー。はい。真ん中に点が入ってます。あ、点 R、あ、点 A、あ、A リバーか。A 点 R 点 A 点リバー。わかりにくいわ。ARA リバー。一瞬なんかかっこいいみたいなね。でも、あのこう冷静に荒川ってことですよねって言われて。それ全員で名乗るんですよ。ARA リバー。恥ずかしい。なんか あそこの橋の上とかで大声出してやりたい。なんか本当になんか公園で、はい、本当にお母さんが子供遊ばしてる公園とかあるじゃないですか、うんうん、そこにいきなり行ってロケとかしたいですよね。あ、みんな引いちゃうやつ。いいですね。こんなヒーローは嫌だみたいな感じになりそう。まさにそうですね。まさにこの本ゆりさんの言ってるのが正しいです。いいんですよ、それでいいんですよ。みんな好き嫌いあっていいんですよ。みんなで褒め合う時代ではないんですよ。真面目にやったらすげえかっこいいかも、うんうん、荒川を守るっていいな。やるのは真面目にやりますよ。あの対岸でなんか叫び合うみたいなね。荒川降りる方間違えちゃってお前って行くぞみたいな口喧嘩する。面白い。危ない人になりかねない。なるほど。あ、そうそうそう。だから思い出したのは、ホワイトストーンズは真冬の札幌で、はい、大泉さんが最後氷の張ってる川に落ちるんですよ。いや、あの人たちはね、ほんとね、ま、大竹さんもう早速 ARA リバーって書いてくれてるんですけど、素晴らしい。そう、これね、リバーはカタカナにします。変なこだわりあるでしょこれね。それが後々うんちくになって出てくるんですよ。このリバーっていうのがね、なぜカタカナかっていうのはね、意味があるんですよとかって言うんですよ。だからリバーはカタカナでお願いします。あ、でもこれね、このケイタさんとかのこういうヒントですよね、うん、だからもう本当にさっき言ったみたいに荒川の両サイドに行っちゃってもう行けないから、うん、口喧嘩で言い勝つっていういいですね。逆に負けちゃう時もあるんですよ。あとは戦いするときにそれこそね、爆発とか使えないから書いてますけど、あとこれ、うん、誰が森次さんとかに企画を見せるかっていう問題すごい真面目な方じゃないですか。いや、森次さんは、まだ、言ってもこの、この作あこれはやっぱほらやっぱリバーカタカナの方がなんかしっくりくる。あ、本当だ、本当ですね、本当だ。いや、しっくりくるというか、アラリバー ARA リバーだと、なんか、英語のリバーだと、なんかね、かっこいいんですよね。かっこよくなっちゃダメですよね、やっぱり。だから、少し気づかない人がいてほしいんですよ。ちょっとつまずいてる感があった方がいいじゃないですか。このなんか、しかも、ARA っていうのが、なんかね、なんかの顔に見えるんですよね、僕。それがまたね、やつってね、確かに、ね、劇団あじゃなくてね、はい、なんかのお笑いのねライブで俺見たんですよ。マジですか、見てみたいな。多分バカリズムさん。おお、マジですか。松野さんの単独ライブかなんかで、はい、確かね、口で言い勝つヒーローっていうネタありました。逆もありました。悪のボスが口で言い負けるっていうやってみたいなぁ。すげえ理路整然と論破していくんですよ。で、高野君、そんな映画を撮ったんですか。あ、そうなんだ。高野君、あ、ハッセなんか映画撮って撮るんですか。そうですよね、なんかやってましたよね。なるほど。性格が雑な男が映画が撮れるのだろう。あ、でも映画監督雑な人多いですからね。僕も監督が何言ってんですかって言おうと思ったら自分を含めて最初にもう言っちゃった。発声に言われるわ。あなたにだけは言われたくない。多分言われた。え、っていうことはこれ僕はこの森次さん金のぼりんが、タイにいたら、そう、ぶっちゃけて言うと、はい、先に森次さんとはもう前ミーティングしてて映画の話はしてないんですけど、で金本さんこの前打ち合わせしたから、うん、配信前に、はい、で今日が小川さんの回だったじゃないですか。で、小川さんはどっちに行きたいのかなと思ったんですよ。悪をやりたいのか、
ヒーローの方なのか。ああ難しいな。いやただね、俺が、危惧するところがあるとすると、ワンダーどっちなのっていう。敵じゃないですか。ワンダー敵だったとしたら、あの小遊三に俺勝てない気がするんですよね。だとしたら敵に回っても損かなみたいな。聞きました皆さん。これあの役者の本どう自分が輝くか。そう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 。どのポジションだったら俺は輝けるんだ。同じ毛色じゃないですか。めんどくさい系2人みたいな。でバンさんがワルのボスだとしたら、そのバンさんまとめきれない2人みたいな感じで、そのザコ2人みたいな。あと敵幹部が外人とかいいですよ。女の人が。ああ。英語しか喋れない。英語じゃない。どこの国の言葉かわからないのをずっと永遠に喋るみたいな。ポルトガル語とか喋っちゃう。ちょっと黒人的な、あの、敵幹部がいて、全員が気遣うねっていう。いいな。その、何語か、日本語じゃない言葉を喋る人を連れてこなきゃいけないですね。そうそうそう。うん、どっかから仕込んでこなきゃいけない。これね、あと、なんかヒーロー、あの敵方は、バンさんと和田さん以外全員外人とか、全員黒人とか。すごいな、稲川元事務所大活躍みたいな。あの見た目すげえ怖い自分でありますよね。いいですね。そのなんか、あ、どうだろうな、これでもこれは台本は監督が全部書かれるってことですか。まあ、書きますけど監督大変だ。まあ、あのつまんなかったら、うん、あの他に振ります。おー、あの脚本をね。多分意外と俺あのアクション映画多いんですけど、はい、一番得意なのはコメディですから。おー、ああいいですね。もともとお笑い番組とかやってましたからね。素晴らしい。いや、やってほしいな。いや、これ一番期待です。あの朗読とかやりますけど、それは自分が、まあ、今まだこう決まってなくて、はい、発表できないロケとかもあるんですよ。だそういうのはやっぱ結構こうすげえのを狙ってるんで。あ、それはね、まあおいおい。そうそうそう、まあ、今月、あの来月の頭には出したいですね、うん、あ、どっかで、ね、あのネットでも何でも発表したいですね、うん、あ、企画が決まったみたいでよかった。すいませんでした。あと何かありましたっけ。え、あ、まあでもそんなもんだから、あ、ここの中にあるのはその時ですね。そう、これこのそのショート、あのワンシューションの時だけしか絡まない役者さんとか出てきたり。あ、生配信とかしてない。 そうですね。その時だけ来るヒーローとか、うん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 、いや、その劇団と、はい、まあ、美女の、ね、女優さんなのか分かんないですけど、はいはい、まあ、必ず、ね、ヒロインは必要だから、うん、がいるとして、はい、まあ、あのそれ以外もそれ以外の男のキャストは、はい、劇団とか以外は、はい、全部ヒーロー出身。あ、どうですか。いや、いいんじゃないですか。面白いですね。いや、ていうかこれ、ま、俺こっちが気になっちゃったんですけど、あのまずカメラの性能を上げてほしいって、これあのピントが合ってないってことなんだろうな、多分。それこれは合わせようとすると今始まっちゃってるからね。あの、これは今後の課題です。これは、カメラの性能が悪いのではなく、今ピントをきちんと合わせられていないんですね。すいません。あの、おいおいね、おいおいどん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 、あの性能アップしていきますんで、よろしくお願いします。あの音声は良くなったんですよね、うん、音声が良くなった。あ、分かった。あのね、今後の皆さんにお願いをしたいことがあるとするとですね、すべて肯定的で少しずつ褒めて育ててほしいなと、はい、一番最初はグダグダでですね、最初ちゃんと始められませんでした。そしてそこからですね、のぼりんの回には、オープニンググダグダでした、そこからですね、オープニング、やっと、正規の時間よりも早めから始められることができた。偉いね。そんなことを自分たちで言うなってね。あの一番最初オープニング流してたのに、最近オープニング流してないの分かります？ああ、そうですよね。オープニングは、はい、映画だから映像で撮ってるから、うんうん、バッチリじゃないですか。はいはいはい。で結構凝って撮ったじゃないですか、ええ、なのでギャップが激しすぎて、でこれがどうしてもね、そうカメラがオートじゃないんで、うん、ちょっと動かすとブレちゃうんですよね。あ、そうそうそうなんですよ。まあね、あの
詳しい方は手伝いに来てください。いや、そして、これ監督のね擁護するわけではないんですけど、この、YouTube の、 そのネットでその生配信する用のカメラっていうのがまた難しいんですよね。いわゆる多分、あ、これどうなんでしょう、わかんないですけど、今その、ネットカメラみたいなものを使っているので、だから、本来だともっと微調整が効くものが、その調整がなんか難しいんですよね。なので逆に小田さんも手伝ってくれましたもんね。そうそう、俺手伝ったけど、俺ここに座ってないとピント合わせられないみたいなね。まあでも成長見どころとか頑張りたいんで、 ありがとうございます。次の回にはベタピンでいきたいですね、はい、うん、徐々に本当に成長していきますんで、そして、次回からはですね、まあのぼりんは、まあ今回、ゲーム配信を始められたみたいだけど、まだグダグダだったじゃないですか。でも、僕ものぼりんもそうですけど、ちゃんと次回ぐらいからは、番組として成立するようにそう、それが今日のだって議題でしたからね、はい、ミーティングの、はい、これはだから、なんて言うんでしょう、シリーズのゼロですね。まだ1になってないっていう。逆に今までを見れた人が、はい、貴重だったねってなりたいですね。はい、予告編ということで。そうだよ、3人配信も、うん、まあ、やりますけど、はい、それぞれのソロのやりたいことをやっていくっていうのもやりましょう。うん、ことですよね。そうですね。そうなんです。人手不足もあるんですけど、いや、これ、これまたね、ドラマとの違い、ドラマとかちゃんとしたその、番組との違いだと思うんですけど、その、まあ、最初から予算があってできるものっていうのは、まあ、予算を立てればできるんでしょうけど、今回の目的は長くやっていこうと。長くずっと、そうそう、たくさんやりたいと。で、いろんなことを試してみんなに、何が楽しんでもらえるのか。で、その楽しんでもらえることを見つけたら、それに、どん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 こう力をかけていく、お金をかけていくっていうことをして、その最終的にはまあ僕たちは、役者なので、俳優なので、ドラマを、きちんと映画を撮りたいねと。ショートドラマを月2本撮るわけですからね、うん。それのためだと考えていただければなと思うんですね。はい、なので、オープニングのああいう映像で映画を作ります。うん、今見せましょうか、一回。ああ、そうですね。今、じゃあ、映像をね、見ていただきましょう。何十秒の、懐かしいと思いますが。その間に僕、ちょっとトイレ行ってきますね。あ、じゃあ、1分20秒で帰ってきてください。はい。帰ってきてないって出ちゃった。ごめんごめん。え？間に合わなかった。帰ってきてないって。今ね、こっちのカメラで。おう。
買いました。ただいま。はい。あ、こっちか。こっちですね。うん、はい。この遠い感じはどうですか。遠い感じいい？遠い感じもピント合ってないのかな。今ね、監督がやっぱりちょっと納得がいかないと言って、1カメのピント合わせを今更ながらやっております。おお、ちょっと綺麗になってくるのかな。さあどうでしょう。ねえ、本当にあの時間がない中やっているにもかかわらずですね、僕らはあの打ち合わせと称して会いながらも、大体余計なことをくっちゃべっていて時間がなくなり、セッティングができないまま、始めてしまうという感じで、本当にそれは皆さんに申し訳ないなと思っているんですが、これもこれで楽しんでもらえればな。ピントがあったみたいなんで。お、ピントあった、素晴らしい。あのね、さっき暗いとこから明るくしてブレたんだと思うんですよ、うん、なるほど、そんなこともあるんですね。はい、どうですか、見えてますか。っていうかね、雨に濡れてね、髪がもっさもさでしたね、さっき。そう、東京雨でしたからね。びっくりした、うん、あと、うん、例えば3人の生配信あるじゃないですか、はい、あれ、あの、なんだろう、生で見たい人っているんですかね。3人の生配信を生、あ、ここに来てってことですか。観覧させる、観覧してもらう。あ、観覧希望者っているんですかね。で、今書き込んでくれてるじゃないですか。はいはい。それを直に言うっていう。遠慮しようか。観客参加型。そう。いやいや、観客がそこにいるのにここに書き込んでもらえばいいんじゃないですか。あ、それをここで書き込んで、そこで反応する。それ面白いな。いや、観覧いいんじゃないですか。面白いと思いますよ。ここはあの全然見られる、広いんで面白いと思います。で、例えば人数が多かったら B スタにいてもらうっていうのはどうですか。ああ、それで見てもらう。声だけ聞こえてるってことですか。それもすごいな。いるのにみたいな。いるのに壁で見えないみたいな。いや、面白いな。結構観覧した人いるかもしれないね、うん、どうします、何人以上いたらやります。いや、別に逆になんかすごい多くてもいいけど、うん、多分入れようと思ったら100人ぐらい入ると思うんですよ。Bスタも入れればね。おだけど3人とか面白いです。3人がそれ居場所ないんじゃないですか。あの、適当なとこにいてください。すごいな。いや、面白い。あ、行きたい人結構いますね。素晴らしいですね。やっぱ直で言うのは絶対ハードル高いんで、うん、そこはもうあの負けずに言ってもらうってことですか。声出してもらう。そう。ああ、声だけ、あの、その代わり、配信されますよ。皆さんもね。あ、でもやっぱ遠い人も絶対いますからね。うん、そう。いや、だからこそこの配信ものっていうのが、受けているというか。何回もやっちゃうとイベントみたいになっちゃうから。ああ、そうですね。年に1回とかね。ああ。だからオフ会みたいな感じのそのノリでやるみたいなことですか。あ、でもいいな。これアンケートになるな。うん。例えば、はい。まあ、これもう僕の勝手な、なんだろう、今の俺の心の叫びなんですけど、はい。配信仕事じゃないですか。まあそうですね、はいはい、じゃなくて、まあ、あの、小川さんとか、うん、金子さんとか、あの、和田さんとかに休み取ってもらって、はあ、あの、全員で、はい、あの、温泉に行く。おで、それをお客さんにも来てもらって、はい、みんなで、あの、だからこれ高く取らない、もう、はあ、本当にツアーをする。で、こっちで旅館とか安くするから、はあはあ、みんなで泊まって、はあ、で、もう各々あのカメラとかをチェックしてもらう、うん、チェックっていうのはもう、あの、いや、あの、ここピン合わせてみたいな。で、みんなで家族全員で来る人とかいいですね。すごいな、うん、面白い。そう、だからなんかすげえカオスな空間になるかもしれないですよね。それこそあのバスツアーとかにして、森次さんの、レストランにより、ご飯を食べて、そこから、監督の、故郷である伊豆に行き、伊豆温泉で、夜、生配信をするってどうですか。そうか、だから、あの、
伊豆の FM 局のサテライトやっちゃうとかね、うん、ああそれもマジでありなんじゃないですか、うん、あもう季節が違うキャンプとかやりたかったですね。ああいや最近冬キャンプもありなんですよ、うん、いやすごいな面白い。そうもうとにかくぜだから男の人はもうあの一緒に温泉入るとかね。でそれどうなんだ、うん、BL かあのどっちが低かってるお前お客さんの方がビビって入れないんですよ。いやあのね昔ねあっったんですよ金沢かどっかの健康ランドで、うん、健康ランドって昔っぽいな。そうそう健康ランドがあってそこで結構いっぱいそのヒーローの子たちがいてでその後みんなでお風呂に入りに行こうぜって言って入りに行ったらそのファンの人たちがちょうど入っていてマジでびっくりされたっていうね。あれはお互いにちょっとははってなりますよね。俺も前に海外でロケした時に、うん、なんかその事務所さんがやっぱライダーの子だったんですけど、はい、あのファンクラブツアー組んでてでもちゃんと聞いてなかったんですよ、はい、僕監督で行ったんですけど、ええ、あのこうゴンドラみたいので船で川を渡ったら、はい、橋の上にびっちり日本人がいて全部ファンで手振ってて、はい、ばっくりカメラ NG になってゴンドラ戻してもう一回やり直したっていうことだったんですよね。マジっすか。もう収集つかなくてすごいな。そうだあの昼食とか食べてるじゃないですか、はい、ともうねガラスのところに立ってるんですよ外の。怖い怖い。いやもうねあれすごかったですね。うん結構前ですけど。そうだからなんかねあのほら温泉ツアーとかで金取るよとかっていうとなんかアイドルの人とかやってるじゃないですか、うんはいはい、じゃなくて普通にここで温泉入ってるから来る人おいでみたいな怖えな怖えな。そうそれその代わりだから別に金も取ってないから別にそんなファンサービスしないよみたいな、うん、なるほどね。そうだから素でいいじゃんみたいな。ああでねそうお客さんたちもそのファンクラブツアーじゃないんだと同じ宿に普通に泊まってるお互い宿泊者同士それで、まあ、そこで生配信をするってことですか。例えば夜配信するとか。で、あのこっちの旅のしおりだけあのもう発表しちゃっとくとか事前に。なるほど。何時にどこにいるとか。お忍びじゃないと難しいかも。どういうことだ。すごい有名な人なのか。だからあのなんか全員でホームセンターに買い出し行ってるところとかもスケジュール表に書かれててあとお土産物屋さんで例えばなんかお土産買ってるのもでほらすごい狭い居酒屋とかあるじゃないですか、はい、そうすると絶対入れなくなるじゃないですか、うん、だけどそれはもう勝手なんですよこっちの。居酒屋に行くよみたいな感じとか面白いかもしれないですね。どこどこの居酒屋に何時頃からみんなで行くよみたいな。うん。そうだからオフ会ってでいうとなんか金取るイメージじゃないですか。うん、なんか僕わかんないですけど。はいはい。あのなんかバスツアーでなんかいくらですみたいなあるじゃないですか。よりはなんか勝手に行ってるからあの希望者だけ来なさいみたいな。でもめっちゃ真面目な話になっちゃう。割り勘するんですかみんなで。お客さん？ご飯食べたもの。あ、お客さんも。お客さんも勝手に来てる人。勝手に来てる人が。だから勝手に家族旅行とか旅行で来てるんですよ。はい。だからこっちも勝手に行ってるだけ。だから宿とかがバレてるだけで。はあ、それでもそうなるとお客さん的には僕らに声かけていいのかどうかはもう分からず。そう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 。だからむしろなんかイベントごと的などこどこでご飯を一緒に食べましょうとかあと大カラオケ大会とかあった方が多分お客さん的には嬉しいですよね。どうなんだろう。なんか、ね、いやどういうのがいいんだろう。まあこういうお客さんなんかニアミス的なうわあいついたよみたいな感じの旅にするってことですか。そうそう、だから知ってる、もう知ってるわけですよ。先に例えばネットとかで公開してるから、はいはい、何月何日と何月何日は一泊、うん、例えば2日で伊東の、はい、例えばじゃあニューヨークに泊まってますと
ミオカベって何って元あの虫垂炎なんですよ。あのだからその小川さんちで言えばヒーローの大元のゴレンジャーは、うん、イズロケがあって、はい、その虫垂炎ロケだったんですよ。へえ、名前が変わってるんですね。はい、例えば仮面ライダーズバッ、解決ズバットとか、はいはいはい、昔って伊藤ロケ多かったんですよね。ウルトラマンもそうだし、はい、あの戦隊だってあのなんだっけ冒険者かなんかのオープニングあれ伊藤ですからね。あの城ヶ崎海岸。どうなんだろう。それもあのなんかこうホテルですれ違ったりしたら面白くないですか。ねえ、それも面白いと思うけど、どういうのがいいんだろう。それが知りたいね。逆にね、教えてほしい。ファンだって分かると、やっぱ役者さんちもスイッチが入っちゃうからちょっと身構えちゃうじゃないですか。うんうん、ファンサービスしなきゃなとか、うんうん、握手しなきゃな、しなきゃなとかじゃなくて、うん、別にほらお金取ってないしっていう。すげえフリーな感じ。いやまあそうですね。ただファンの人たちはどっかどこそこかからその場所には結局旅行に来るわけだから、結局どのみちお金かかってるので、それだったらもう少しお金がプラスされることによってより多く会話できたり、より多くその一緒の共有してる時間があるっていうのの方が嬉しかったりするのかな。なんかニアミスでね、その旅館で、でもそうすると普通のバスツアーでしょ、なんかイチゴ狩りとか。まあそうですよね。あのなんか僕のちょっと知り合いなんですけど、この前イチゴ狩りに行ってきたっていうんですよ。50過ぎた男は。何をって言ったら、なんかそういうアイドルのやつでバスツアーでイチゴ狩りしてきました。バカじゃねえかなっていう。じゃあもう、うん、みんなで伊豆に行って温泉行って、全員でサバイバルゲームする。どうなんだ。で、ね、分からなくなってきたぞ。小川グループ、和田グループに分けて、はい、それぞれのファンの人たちは、はい、その人について、要はその小川さんちが対王将になるわけです。将棋でいうと、はいはいはい、あを守りながら、ああの敵を全滅させて、あリアル荒野行動。どうだ、分からないです。あのご意見を。公式の、ツイッターまで。もうガンガン来て、あのあお母さんですよね。もうあのなんか握手してくださいみたいなとか、あのお母さんこの後スケジュールが決まってないですよね。あと3時間みたいな。自由行動ですよね、うん、今お母さんみたいな。いやこれがね、俺も経験があるというか、うん、自分でもそうだなと思うし、自分にその声かけられる時とか。あったりするんですけど、あとはその今その売れてる方たちの声かけられ方とかを見ていると思うんですけど、本当にコアなファンの方の方がやっぱり気を使われるのか、リアルにやっぱりね、ここでこんなところで声かけたら失礼だろうなとか、いうのでおもんばかられるんですよね。おもんばかっていただけるというか、それが、中途半端っていうと失礼ですけど、見たことあるとか、おあいつ知ってるぐらいの人の方が声かけやすいんですよ。だからこうやって見てくださる方って結構コアな方だから、多分、来ちゃう、一緒に来てくれると思うんだけど、遠巻きに見るだけで、さっきもなんか書いて関わってましたけど、勇気、あんまりね声かけないまま終わっちゃうと、それはねかわいそうかなっていう気がするんですよね。逆にお母さんから声かけてくれて、全然ファンでもなかったらどうするんですか。なんか知らないで、ごめんなさい、こんにちはみたいな感じで、ちょっと変わったなんかお客さんだなって思われる。やべえ人だ、やばいやばい、どうなればいいんだろう。いやそうか、サバイバルゲームはお金がかかる。なるほど。小川さんに嫌われたくないと思って話しかけて、そんな男じゃないですこの男。意外とそういうとこいいやつっていう。適当です、すいません。ファンのことを考える小川さんの優しさに涙が。あ、もう10時半なんだ。あ、もう皆さんすごい2時間もかあのずっとありがとうございます。あ、本当だ。うん。最長記録です。8時半からやってますからね。最長記録ですよ。こんなグダグダと何も、ゲーム実況やってないのにすいませんね、本当にね。実況やってなくて、はい、今後の展開の話をしてあのエセな映画紹介をして何も決まってない、まあ、一応その、シチュエーションドラマはやりましょうみたいな話になり、はい、うん、それもでも森次さんとか大御所のまだ許諾を取ってないっていうドラマの状態だし、はい、
なんかじゃあなんかあの観覧切符をさせしてもらえますかみたいなやつとかそれから温泉の話になりそこでも意見はここはまとまってないだけで、すごいな、面白い、こんなんでよく2時間も見ていただきました、ありがとうございます。まあそろそろまとめに入りますか。そうですね、ね2時間だったんだ、すごいな、よく俺も2時間持ったの、俺1人なので最初どうだろう15分30分1時間ぐらいが限界かなっていう話はしてたんですよ ね、うん、ちょっと大丈夫かなと思ったんですけど、あのグダグダトークでよければこんなことは毎回やりますが、あの生配信はやっぱトークがベースになっちゃうとカット割りできない、はい、あ、はいはい、だその分ドラマをちょっとクオリティ高くしたいですね、うん、そうですね、あの、こういうことで僕たちも経験値とあとは、皆さんの意見なりアイデアを、組み上げてですね、そこから、短編ドラマなり、もっとクオリティの高い、ちょっとバジェットも組んだ観覧規模やります、それまずやりたいです ね、うん、やっていいと思います、あの皆さん来れる方はあの来ていただくみたい、ただ、観覧規模をまずそんなに数多くやっちゃうと皆さん来るっていうのが今決めましたので、年1回、あ年1回年2回はどうですか。じゃあそれはあの今後 のほら他の2人も、あまあそうですね、で大体ここで決めて後で無とされたりするの嫌じゃないですか。あそうですねそうですねって仲悪いみたいですけど仲悪くない、まあ、1回か2回、うん、まあ、多くて2回、はい、あの少なくて1回、そう多くやらない方が皆さんも何だろう特別感があっていいじゃないですか、あのやっぱり日常のねあの普段の授業に行くよりもあの修学旅行とか学祭とかの方がね楽しみが増える。よく考えたらこれ伊豆温泉とかだと、うん、もう東京感覚でいるじゃないですか、東京から行くんだったら近いみたいな感じで言うけど、中にも仙台の人もいれば、そうなんですよね、九州の人もいるかもしれないし、うんうんうん、北海道の人もいるかもしれないから、はいはい、それを考えるんだったらまずまあ利便性で言ったら東京かなと、うんうん、でこのスタジオ自体は東京駅から近いですからね、あだから新幹線とかで来れば、はいはい、そこからまあそんなかからないし、駅からも近いですからね。であのさっきあのお話をしたあそこのお店のね、人に来ていただいて、あのここで料理を作っていただいて、ここであの打ち上げをみんなでやるみたいな。あ、まあ、持ってきてくれるって言ってましたね。そう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 、言ったら、あ、取りに行かなきゃダメだ。でもあ、みんなで取りに行けばいいですもんね。うん、とあの徒歩3分。そういう会をやるっていうのはありかもしれないですね。そうだ、オフ会の方がやっぱハードル低いかもしれないですね。そうですね。オフ会はもうちょっと練らないとかなって。オフ会か、観覧規模。すいません。練りましょう。皆さんで意見を求めます。ブレインストーミングなんで。観覧規模いいですよね、うん、でもうだからリハの段階からあのいてもらうっていうの見せる、見せる、全てを見せるさらけ出しますみたいな、そうあの、まあ、和田さんとか生着替えとかやってますからね、あそう普通にね通路で着替えてますもんね、はい、いやいいですね、あこれ面白いかもしれないですね、うん、まあ、配信はやっていきます、あの地方の方はねやっぱり配信だけでっていう方もいらっしゃるので、あの無理にあの皆さんやっぱり無理をしないことです、あの僕らも無理してないです、あのさっきピントがボケたままやってるとか、人をあ改めて雇ってやるとかってことはせずにやってる、そうです、毎週何曜日とかは決めてない、はい、もういつも監督に怒られるんですけどあのあんたたちはスケジュールが取れないって言われるんですけど、怒ってるんじゃなくて、はい、あの嫌味を言って空いてる時間に来てやらせてもらってます、だからこそ長く続けられるかなと思うので、そういう意味では皆さんにも長く楽しんでもらえるかなとは思います。これからいろんな企画をね10月から出していきたいですよね。そうですね、だからまあ編集もあるんで、はい、ネットに載るのは YouTube に上がるのは、うん、動画とかそのロケ行ったやつは多分11月ぐらいからだけど、うん、あでもあ観覧規模1回今の段階でやりたいですよね、ある程度もっといろんな人が見ちゃって、ね、見てる人が多くなっちゃうよりも初期から見てる人、あいいですね、いや本当3人とか5人の方がいいと思うんですよ。あそうですね、3人とか5人の方がなんか打ち上げとかなんかまったりできそうじゃないですか、うんうんうん、いいと思います。最後はあの金子昇先生が車で送ってってくれるとかねまたそういう適当なこと言っちゃう、やべ金子くんちょっと俺参加するのやめますとかって言われちゃいますよドラマしか出ませんとかゲーム配信しかやりませんとか、要はあのみんなとのトークはねちょっと極力するオガワとはもう二度と会わせないでくださいとか言いますよあそうですね、うん、でも観覧は面白いかもしれないですね、
はい、力を抜いていきますんでね。そう、はい、だからお客さんはそのこう書き込みを実際観覧来た時も厳しく言う、ああ、うん、あの僕以外に僕はあくまで裏方なんで、はい、いや、いいんじゃないですか、いいと思いますね、はい、まあ、なのでドラマはちょっと見せたいですね、はい、笑ってもらいたいですね。今日決まったものとしては、あ、だからあれじゃないですか、生配信の時に観覧をやって、うん、ドラマができたものを先に見てもらうってどうですか。視聴ね、うん、試写会、はい、あ、試写会もいいですね。で、それを終わった後にここで話をするのを生配信、うん、あ、それで後でちょっとカメラ止ま一回止めて、すげえ良かったって見えようって、よくあるテレビのシーンが最高ってあるじゃないですか、あの映画で別な意味で泣かしてから、あの最高でしたみたいなことを言わせるみたいな、あの目が最高じゃない目の、ね、あのよく映画の中で、あのお正月時期にある、あの映画 の、 あの CM で、あの見てたお客さんが最高っていうのあるじゃないですか純粋な人には聞かせられないだまだ公開してないのに最高って言ってるのはどういうことだ僕中にあるんですよね、映画会社の人がそのまま言ってたりするシーンを見たこともない。違います、違いますよ、最高なんです、本当に泣いてるんです。さすが役者さんいや、もうそろそろ締めないと本当に。あ、そうか、10時半を超えました。じゃあ一応そういう方向で、はい、で、じゃあ小川さんは、森継ぐチームで、おー、イエーイって言ってませんでしたっけ。あの、いや、言ってなかったですけど、僕、和田さんが向こう、ワンダーが向こうだったら、俺、あの、影が薄くなっちゃうから、和田さんとは一緒にやりたくないだけ言ったんですけど。そっちの方がひどいですよ。ここカットしてくださいね。生か。こっち先行きます。多分スケジュールの問題で。うん。あ、こっちっていうのは？あの、森継さんグループ。ああ、いいですね。あ、でも今月末か来週の頭には、うん、ほぼキャストをネットで告知しましょう、はい、おお、そんなにキンキンで行くんですね。あ、素晴らしい。いや、それでお願いします、うん、でこっちのまずキャストから出して、はい、なんかあれ考えよう。いや俺ね、エアフレリバーじゃなくて、あ、そっちじゃないんだ。居酒屋から行ってみない。あ、居酒屋だ。僕ら居酒屋でした、すいません。ARA リバーは、バンさんと違う、パート2っていうか、あ、交互にこう撮りたいなと思ってて。なるほど。で、なんでかってほら、居酒屋さんタイアップ取れると、居酒屋さんのほら、LINE とかでさ、宣伝してくれるかもしれない。ああ、そうですね、うん。なので、まずは居酒屋地球、居酒屋防衛軍。居酒屋防衛軍でいいんじゃないですか。居酒屋防衛軍。居酒屋地球防衛。居酒屋地球防衛軍。の方が昭和っぽくないですか昭和っぽいってなんかディスられてる感じがするんですけど、まあいいですね。このキャストでやるなら、ああ、そうですね。だからちょっと、まあ、デジタルで撮りますけど、うん、24P で撮るところを、ね、あ、うん、ちょっともうちょっとコマ落としてみる。16ぐらい。いや、無理ロボットになっちゃう。いや、面白い。 20P ぐらい。なるほど。撮ってみるとか、はあ、ちょっとあの昔のこうカクカクした感じっていうか、まあ、見てる分には分かんないですけど、うんうん、あのでちょっとあのカラコレも色をちょっとあの昭和なフラットな表面にしてみるとか、うん、いいですね。それでいきましょう。なのにコメディっていう、はい、まあ、そんな感じで、はい、ね、そして僕自身としては朗読 と、ゲームを決めつつ、そう要はだから、うん、小川さんの単独コーナー、はい、小川チャンネル、はい、あの今はその松村ミルムチャンネルっていう一括りですけど、うん、はい、これからその森継チャンネル、森継さんのチャンネルが単体でできたり、はい、あの小川さんの、うん、ああじゃなくて金子さん の、 あのゲーム配信の金子昇るチャンネルができて、うん、はいはい、今だからこの後打ち合わせしていく、はい、まあ、小川さんのチャンネル、はい、あのまあ、バンさん、うん、それから、和田さんのチャンネルが、はい、でまあ、この後また他 の、 あの、うんうん、要はまだね、あの新堀さんのチームもやってないし、他の人たちも出てきますからね。あのこのあと他のねヒーロー系の新番組も冬から始まる、はい、うん、はい、なので、あ、それ構成台本書くのめんどくさいですよねめんどくさいって言いましたよ、あの男がもうね、あの脚本加工が楽ですよ。あ、そうなんですか。構成って、はい、最初の 5回ぐらいいいんですよ。あ、ただパ
ターンが決まっちゃうじゃないですか。ああ、そうですね。もう要は座って喋るベース、うん、でもだから逆にそのパターンがコンテンツとして成立するようなパターンを生み出せたら勝ちってことですよね。もう乃木坂こう乃木坂工事中とかですね。ああ、もう6年ぐらいやってますからね。そうですね、素晴らしい。まああれはバナナマンの力もあります。ああ、そうですね。なるほど。まあ、じゃあまあ一応その、はい、あの高校で、うん、これ締め方難しいですね、一人って。うん、なのでなんとかです、じゃあまた次回みたいな感じで終わればいいってことですか。うん、か、なんかずっと前の書き込みで、はい、多分あの俺ほらかくれんじゃんは見てたけど、はい、なんか短歌切るようなのありました。短歌切るそれを聞きたいみたいなのありましたよ。もう結構前ですけど。いやいやいや、妖怪野郎みたいな感じしかない。違う違う違う、かくれんじゃじゃない方だと思います。かくれんじゃじゃない方は短歌は切ってないですね。なんかさっきもう結構前です、もう多分1時間以上前になんか長くやりすぎですよね、うん、すいません、ね、そういうなんか書き込みをした人いましたよね。いたはずだ。しゃらくせえみたいな。しゃらくせえ、しゃらくせえ、しゃらくせえ、そういう何のやつですか。うん、多分かくれんじゃですね。え、あ、かくれんじゃってしゃらくせえとか言う。岸転生は、銀河マンですけど。ああ、この前変身。うん、締めの決め台詞、どんな決め台詞にしましょうか。締めの決め台詞を決めよう。考える。それで今日締めましょう。締めの決め台詞を考える。はい。さあ。しゃらくせえって隠れちゃうところ。そうです。しゃらくせえって言ってましたね。へえ。隠れんじゃって一番印象に残ってる台詞は、なんか、赤の人は星の顔の人、オーレンジャー、オーレンジャーとの、はい、なんか一緒にやったやつで、ああ、オーレ対カクレンジャー、そう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 、はい、あれで、はい、中盤か後半ぐらいになんかよくわかんない中学生の女の子が出てきて、うん、弟を助けてくれた代わりにって変な妖怪にベロベロ舐められるシーンがあるんですよ。でその時のその女の子のセリフが、はい、私負けないもんみたいな。もうね、あのセリフが印象的すぎて、他のセリフが全部ぶっ飛んじゃうんですよね。あれはね、僕の中では面白いなと。俺のセリフじゃないじゃないですか。シャラクセイ、シャラクセイ、へへ、シャラクセイって当時やってました。シャラクセイ、シャラクセイ、みんな行くぜ、がまた聞きたいです。結構しょっちゅう言ってたやつ。まあ、シャラクセイ、たまに言ってましたね。シャラクセイ、シャラクセイ、他になんか。ドロンチェンジャー。ドローンチェンジャー。そう、あー、そうだそうだそうだ、うん、俺持ってたんだよな。人に隠れて悪を蹴るって言ってましたね。ああ、書いてある。言ってた。シャラクセイでいい。ちょっと影の軍団に引っ張られてますよね。シャラクセイ、さあ、そうですね、うんうん、ちょうどあの頃、影の軍団絶頂期でしたからね。ああ。終わって5年後ぐらいじゃないですか、隠れんじゃって。そうですね。シャラクセイ、みんな待たなみたいな感じしますか。江戸っ子なんですね。そうなんですよ。でも江戸っ子なんだけど、最初は、子供のに対して言う言い方が坊主って言ってたんですけど、坊主っていうのはどうでしょうかみたいなクレームが入って坊やになって、で最後僕になりました。移り変わりだ時代の、はい、まあ、今最初から坊主は NG ですからね、多分ね、市場派だったら。さあ、どうしたの？ナムさんってのも。ん？あ、ナムさん。炎の盾紙。炎の盾紙は、銀河マンですね。あ、スーパー変化だ。スーパー変化、はい。あ、これは覚えてる。はいはい。鶴姫可愛かった。僕はね、ごめんなさい、お母さん目の前にして言うのもなんですけど、鶴姫推しでした。なんだこの人。12、3歳ぐらいですかね、当時。13歳ですね。中1だったのかな。ですよね。でも芝居もかったですね、あの方は。やばい、どん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 なんか、普通にずーっと続いていっちゃう。締めなきゃいけないですよね。すいませんね。締めは小川さんも任せます。僕らね、いつもこんな感じになっちゃうんですよ。すいませんね。じゃあ、最後の言葉は、しゃらくせえ、みんなまたなって言います。あれ？いや、俺がなんかこう覚えてるセリフが一個もないなと思って。覚えてるセリフ、
あのスーパーヘンリーかナムさんかドローンチェンジャーを入れてください、その間に。あ、入れた方がいいですか。あ、僕はね、あの聞いてみたいな。あ、意外とだからほら一緒にいるとそれを聞かないじゃないですか、はいはい、すぐやってくださいよってのはないじゃないですか。うん、いらねえとか書かれたら嫌だ。なんかないかな。なんかスーパー変形とか結構、うん、とここで言うのはあんまり言ってないですけど普段よく言うんでね、社学生。ほら、ヨーリップさんかな、ん、私も鶴姫推しでしたって人います。はい、この間男性か女性かちょっとこのあれだけだと分かんないですけど、あ、でも私もって書いてるから女性かな。この方とお友達になれそうだな。社学生みんな行く先生なんで、これ長い書き込み。スーパー変形、社楽性、スーパー変形。じゃあそういうことでにしましょうか。うん、これが遊園地で僕と握手ってのもありますよ。おばさんの時代まだ後楽園遊園地？銀河マンが最後です。銀河マンの時まで言ってましたね。あの CM の途中で入るやつです、ね、はい、これに決定しました。今日の、ラストの言葉は、社楽性、スーパー変形。じゃあそういうことで、はい。さよなら。急出しします。え、あ、もう言ったんですね。あ、言いました。あれテストじゃないですか。テスト、テスト、生放送でテストって面白い。本番いきます。はい、本番です。はい、じゃあ本番まいります。よーい、はい。社楽性、スーパー変形。ザイス、噛んだ。じゃあ、そういうことで。今もう助監が嫌な顔してます。横にいるからセカンド助監が今ちょっと嫌な顔して。はい、はい、じゃあテイク2でいきます。はい、はい、じゃあ本番、よーい、はい。社楽性、スーパー変形。じゃあそういうことで、またねー。はい、 OK。 終わりました。いや、意外となげー。反響かったですね。本当ですか。あ、それは良かった、良かった。まあ、時間帯も良かったかもしれないけど、まあ、めっちゃ見てくれてましたね。これだけ書き込みが 2回目、3回目であったら、はい、でかいですよ。あ、本当ですか。うん、だからあとは、だからもうマジに、はい、あの小川企画をちゃんとしたものを立てれば、うん、あ、あの多分、今その儲けそうだな、2人組に食い込んでくると思います。はい、お、要はそのネタが分かんなかったのと、あ、そうですね、スケジュールがどんくらいっていうのがあ